このシーンとしてる感じが、はい、サポーテッドバイプロミス。自己紹介とかしてる。では今日はダブルダッチコンテストジャパン2019、はい、ジャパンファイナルということで、はい、今ステージ上はいよいよですね、満を持してスタートとなっておりますが、今回から初の試みとして、はい、動画配信用のコメンテーター、はい、やっております。皆さん座っている、あの、ね、会場の一番後ろのブースで私たちが喋ります。ちょっと紹介させていただきます。どうぞ。はい、もう縄跳び大好き20年、このね、サダって言います。縄跳び道場のサダです。サダくん、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、そして私は縄跳び大好きじゃなくてまあダンス、そしてダブルダッチ、ダブルダッチは25年前、はい、日本で初のダブルダッチプロチーム J トラップにおりました、みほです。よろしくお願いします。よろしくお願いしますよ。本当に始まってますよ、これ。始まってる。どうですかこの動画、みほさん。かっこいい。最高のこのパフォーマンスをこのステージで勝つ。すいません、やばい、これさ、ちょっとね、本当に盛り上がってきた。会場に聞こえてるんじゃないかな、私たちの声。いいんじゃないですかね。まあいっか、はい、でも勝つとか言ってるよ。はい、これでも、ね、まあまずね、すごいじゃん。昨日の予選、はい、226チームですよね。226チームから勝ち上がったチームが、はい、今日スピードと、そうです、このスピードね、そう、早いですよ。瞬きできませんよ。瞬きできない、はい、あとパフォーマンスの部門で勝ち上がった人たちの、はい、決戦の場となります。これは緊張しますね。お、なんかオープニングパフォーマンスがあるの。なんだこれは。もうこれはスピードの準備ですかね。 Who will be the firstest? ここで、なんだこれ。お、なんかやるんだ。もうやるぞと、もうやる流れですね。これはそうなの。これはもう始まりますよ、これ。え、小学生のジュニアの部門。こんな演出、これ始まりますよ。いきなり本当に30秒のスピードの競技が始まります。え、まばたきしないで、見てて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 、頑張れ、あ、頑張れ。え、一つのステージで3チームが同時にスピード競技をしてます。時間は30秒、 30 seconds。 これね、小学生ですからね、これ。え、そう、ジュニアは小学校6年生までのカテゴリーです。昨日早いな。そうですね、昨日の一番早かったのは100回。今日は何回いくのか、これ。 2 1。 あー、ちょっとミス多かったですね。やっぱスピードって緊迫感あるね。これね、皆さん、たった30秒ですから。ほんと、ほんとだよね。これはね、小学生、この3人だからここまで来れた。ちょっとね、悔しい思いが残ったかもしれないですけど、これあの後で。え、今もうこれ競技なの。競技始まってます、みほさん。これがダブルダッチコンテストですよ。すごいです、はい、いきなりです。このジュニアとアンダーナインティーンとオープンのすべての、はい、メンバーからこれで記録よかった。もうこれでいきなり始まったんですね。じゃあさっきのジュニアのちょっとチーム名改めて言っていいですか。言いますか、はい、さっきの小学校6年生までのジュニアスピード、もう始まります。やってくれたのが聞いて、ジャンバディ・ブライト・アミ・アミね。で、今飛ぶのがアンダーナインティーンでロイヤル・イリュージョン、スター・スマイル、2人のオランダ人が今30秒飛びます。これはまた、あ、始まりました。これ中学生高校生の部門ですけれども、やっぱさ、安定してるね。すごいね。でももうもはやあんまり年って関係ないかも。小学校6年生かもすごいし、頭動いてないですからね。動いてない、全く動いてない。見てください、皆さん。いや、いいですよ。頭の位置全然変わってない。このね、10秒、10秒からが危険です。30秒って怖くない？怖いですよ。私は2分だったからさ。あお、わお、せー、わー、あー、ドキドキする。いや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 、かっこいいな、この演出。この30秒に思いを込める。もう一回、もう一回見たい。ノー MC で全てここまで引っ張って私たちのこの喋りだけオープン来たよ。これいいの、これ。オープンね。じゃあ昨日の予選での3位ね、ソウル・ア・シード、竜巻・ア・センガン、マイケル。今画面上にも出てますが、この3チーム。ああ、これはスピードってドキドキするね。これはドキドキするぞ。さあ、オープン。30秒。頑張れよ、みんな。頑張れ。
頑張りたいけど冷静にならなきゃいけないんだよね、スピードって。これ始まる前、世界一緊張するんだよね。いやこれは。おお、早い。これはね。ロープのスピードがやっぱりさすが、オープン早い。これね、このスピードでね、僕らね、体験してないんで。そう、未知ですね。何もね、言えないんですけど。でもやっぱ30秒ってことは2分の時よりもマックス込めるよね、速さも全て込めます。ギリギリですよ。あー惜しい、センターいった。おーいったじゃん。おいおー、ここでノーミスっていうのはね、とんでもないですよ。いや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 、そしてここからオープニング次いっちゃうの。もうなんかあの何これっていうことでしょ、本格。もうあれだよ、映画映画だこれ。海外ドラマの途中ちょっと見せといて本格オープニングってやつ。そういうことね。めちゃめちゃ盛り上がらせる。はー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 、うわー、はい、これは会場ももうドキドキしてますね、この始まり方。誰ですかね、このかっこいい演出を企画したのは。いやこれはもう素晴らしい。え、お、ついに来るミスターキエ。あ、そうなんだ。ミスターキエが考えてくれたの俺。今日、今はあの私、美穂とサダ君ですが、後から、もう一人コメンテーターで参加するキエ、Who is respected のキエが来るんですけど、キエだって。いいね、このなんかね、やっぱこうスポーツの大会とかそういうのもなんか超えてね、さっき美穂さん言ったけど、なんか映画みたいなっていうのいいね。やっぱり見てるものを引きつける。ああ。これちょっと喋らないで見てたいもんね。見てたい、本当は。これ縄の音これ。心臓。誰の縄これ、誰の縄だろう。これはきっとね、エフェクトじゃない。エフェクトか。本物じゃねえのか。本物かも。ユウスケがどっかでこうやってマイクを、シュロンマイクで、うん、撮ってんだ。一人で寂しいわ。撮ったかもしれない、ね、このね、ロゴマーク、たけし君の、たけしの、たけし君のね。今日は府中の森芸術劇場でやってるんですが、お、出てきました。へい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 、始まったよ。始まりましたね。 MC はレグスタイルのユイとユリナ、ニュートラットの。これこの音って結構入っちゃうんじゃないのこれ。まあそうですね、ちょっと私たちの声が今聞こえづらいかもしれませんが、はい、ステージ上に、今回の MC の2人が入ってきました。これ大事なのかな、これ歴史をね、今からね話したいと思いますよ、これは。はい、これはちょっと私たちはね、ほんと昔から知っているので、歴史の話をといろいろしましょう。はい。ダブルダッチコンテスト、いつから始まったかご存知ですか。もう、はい、2002年です。そう、2002年、3月、横浜ですよね。17年前、はい、そんぐらい前なんですけども、2002年3月に横浜の山下にあったですね、クラブヘブンっていうのがあったんですよ。はい、まあ、いろんなイベントもやってよく行きました。今はマトリックスっていうところなんですけど、はい、そこで栄えある第1回のダブルダッチコンテストが2002年行われた時、エントリーチームはなんと11チームだったんですよ。そうなんです。今回何チームいました、昨日。何チームですか。226ですよ。226。わお、11チームから始めてここまで大きくなったわけですよ。ダブルダッチコンテスト、すごいね、本当に。うん、僕もねその時ねジャッジしてたんですけど、2000 11人でも 2002? そう、2002最初ジャッジしたんですけど、その時でもわ、こんないっぱいいるんだって。私多分その時は普通に見に行ったと思うね、うん、あんな大会初めてだったから。そうだよね、超興奮したんですよ。そうだよね、今やこれですよ、266。しかもそれだけじゃなくて、はい、2012年からはコンテストワールドがなんと世界大会になったんですよ。そうなんです。日本で発生したダブルダッチじゃないけど、日本で世界大会になったりもするし、日本で主催で他の国に世界大会を行われたりするし、日本発信ですからね。そう、ここまでの成長を遂げた。いや嬉しいですね、日本人としても。すごいことですよ、うん。ちなみに、2015年はフランスでワールドやりました、はい、行きましたよ、フランス。行きました、はい、行きました。行きたかったんですけどね、いろいろ、いろいろ楽しかったですよ、本当にもう。そして2017年には香港、はい、でコンテストワールドを開催しました。もう今や世界各国10カ国ぐらいでしたっけ。そう、10カ国、ダブルダッチコンテスト10カ国ぐらいって言ってね、やってくれてるんですよね。
すごいですよね。だってあの、まあ、アメリカで私たち始まったダブルダッチっていうのを知ってて、はい、日本で始めたダブルダッチコンテストが、はい、コンテストが10カ国の人たちが参加するようになってるってすごくないですか。日本いやすごいです、まあ、日本というかこのダブルダッチコンテスト実行委員会の皆さん、いやいやもうこれねもう本当にいろんな人が積み重ねてきてるから誰と言えないんだけど、ね、とりあえずね言わせてくれよ俺ね。1回目あのねやってくれたねボンちゃんとねタッチ本当ありがとう、ね、あとシンゴさんもね、シンゴさんもありがとうね。ボンちゃんのタッチシンゴ、もうねシンゴさんも手伝って最初誰も やる人いないから、ね、僕ら出る出るっつってみんなが出るっつったからね。誰も運営ってやっぱり難しかったもんね。運営難しかった、もう大変だったよ。そうですよ皆さん名前も知らないと思うけど、知らない人もいると思うけど、はい、ボンちゃんタッチンタッチンタッチンちゃんと仕事してた、ね、うん、いや仕事してましたよシンゴもね、はい、まあ、そういう人たちとかいろんな人たちが協力して、うん、もうこう積み重ねてたわけなんですけども、うん、まあなんつったってね、プレイヤー、そうプレイヤーがいなかったらやっぱり何もできないわけですから、ね、でそもそもその、ね、運営に一番初めから携わってたのも日本で一番初めに始めたダブルダッチの人たちがいて、はい、そこからの仲間たちがどん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 協力し合って、そうです、露出したり運営したりっていうのを経てここまで、はい、日本でダブルダッチ始まってから25とか26年とか経とうとしてるんですよね。これはねいろんな説がありまして、あもっと前からあるんだそうですね、あの協会的にはね1990年代ぐらいからやっておりますけれども、はい、やっぱりほら、それ以外にも小学校でね、うん、ダブルダッチをもう早めに知ってですね、うん、やってらっしゃる先生たちもいらっしゃったみたいなんですよ。ね、実はそうでした、はい、富山とか、はい、結構私たちが始める全然前から富山でずっと学校でやってくれてる人たちは知ってます、いますよね。そうスポーツの大会としてはもう本当にダブルダッチ協会が、うん、まあ、中心になって、ね、あの広めてくれて、はい、でこうね着実に、まあね、事務局長も頑張ってね、うん、本当いろんなことやってきて、そうついにこういう立場になったわけですよ。いや本当すごいことだと思います、はい、いや嬉しいね。それをね、あのこういう私たちが今回こういう機会を得てコメントさせてもらうことによって、はい、去年ぐらいから見始めた人とかさ、はい、今年から初めてコンテストを知ってる人とかもいるかもしれないけど、やっぱりその歴史を知ると余計に楽しくなったりとか思いが入ったりするから、そうですね、なんかこういう機会をもらえたのはすごく ありがたいなと思いますね、はい、もっともっとダブルダッチが大きく大きく反映していってくれればいいなと思うので、はい、今日はまあ楽しく、そうそうそう、本当にね今このコンテスト以外にもたくさんのいろんなイベントみんなやってくれてるんですよ。本当に増えてきてますね。そう前は数えるぐらいだったけどね。だからやっぱりこれだけじゃなくて、うん、ダブルダッチってもう無限の可能性があるんで、どん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 自分たちで発信してもらっていろんな大会作ってもらって、で、ね、うん、でそういうなかなか文化スポーツってなかなか少ないから、確かにあんまりこう先輩たちにまたね気にしないでどん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 、それはそう思います。やりたいことやってほしい。時代的にもね、はい、例えば今私たちが喋ってるのを配信できるようなツールがあるし、あそうですよね、SNS とかそういう動画配信できるような、まあ、インターネットを使ったものっていっぱいあるじゃないですか、はい、だから昔みたいにテレビに出ないと有名になれないとか、はい、なんか新聞に取り上げられないとっていう時代じゃないので、そうですよね、もうみんな自分たちでコミュニティを作って、それが世界に有名になるっていうチャンスなんていっぱいあるから、派生していくと思うんですよね。そうですよね、楽しい時代だと思うので、いや確かにその先輩に気を使わないでっていうのはねいいですね。あの、まあ、いろんなね今スポーツ協会、まあ、いろいろありますけど、ありますね、あの先輩たちもものすごい大変な思いして積み重ねてきてね、だけどそれをこうバーンっつって、あちょっと待って、もう何これ始まっちゃうよ、始まっちゃうよ、あ説明するのね、そうそうそう、うんうん、はい、今日の説明ですね、パフォーマンスに対する説明っていうかもう始まるんじゃないかこれ、私たち始まりますよ、もう始まきた、パフォーマンス部門ってことね、ジュニア始まりますよ、ジュニアのね、はい、パフォーマンス部門、先ほどやったのは、まあ、30秒でどれだけ多くジャンプできるかっていうスピード種目だったんですよ。そうです、まあ、後でもちょっと出てきますが、これからやるパフォーマンスは、まあ、チームメンバー全員で音楽に合わせます。音楽に合わせるっていうのが、はい、まあ、一番肝ですね。でタイムリミットは2分、そして、それぞれがオリジナルで作ったダブルダッチパフォーマンスを競い合うという部門です。はい、じゃあここからもうどんどんいっちゃうわけね、もう始まっちゃう。お、あ、審査員ね、ジャッジの紹介ね、はい、大事ですよこれ。今日のジャッジの紹介、今一人目出てきたのはトモヤ、
Who is respected? やろうとしてやらなかったともや。ともやはでもね、まあ、すごいね、ワンズでもずっと活躍してね。活躍してますね。そして同じく Who is respected? からシゲ。おシゲはちゃんとスーツジャケットを羽織って、次は大活躍中のレグスタイルカイ。もう足治ったのかな、カイはね、治ってるみたいですね、うんうん。そしてニュートラッド、関西のチームニュートラッドのアイですね。おそしてあらロープパフォーマンスチーム縄跳びコスケから生山ひじき。いい人なんです、ひじきくん、頑張ってますよ。そして、私がもともと作ったチーム J トラップの現のメンバー大輔ですね、大輔。そして北海道、北海道ノースロープスの龍太郎。北海道にもさ、もうどんどん馬が広がってるんだからね。そうですよ。そして最後はファットマンクルーからタカー。以上の8人がパフォーマンスのジャッジです。ジャッジの人もね、本当に真剣だし、審査するのって本当に難しいんです。私もやってました。なので、まあ、真剣に今日1日ジャッジをお願いしたいと思います。いや豪華ですよ、本当だよね、うん。で MC は改めて、ステージの左側が、レグスタイルのユイです。いろんなところでね、モデルしたり活躍中のレグスタイルユイ。そして右側がニュートラッドのユリナ、ユリナです。 あんまりほら、うん、ライトで見えなくない顔、ちょっとねハレーション起こしてますね。ちょ表情は残念ながら今日私たち見れなそうなんで、可愛い顔が見えない、はい、表現力の方はちょっと若干難しいですね。まあね、はい、ちょっとね、あの引いてる映像なんで本当にこうねウインクしたりとか、ちょっとそれ顔の表現についてはちょっと今日は語れない、残念。でも本当にその表現が本当はすごく大事で大きくてですかね。まあでもいいんじゃないですか、はい、今日のこの映像に関しては、はい、審査員というわけではないので見ていただく、まあそういうの見たいっていう方はぜひワールドとか、ね、8月にワールドがあるんですけど、うん、八王子でねとか来年のコンテストとか予選とか本戦をぜひ生で、はい、生で見てほしい、見に来てほしい、はい、やっぱりね全然違うからね、あのね生とは。そうもうみんなこだわってるからね、髪の毛一本、髪の毛一本一本一本、服もね自分たちで作るし、あそうそうそう、それは音楽だってもう自分で作っちゃったり、もうすべて作り込んでるから、本当はもうね、あの顕微鏡とかで見たいね。そのぐらい、見えない顕微鏡、見えない、見えない、そのぐらい。あの遠くからも見たい、遠くからも見たいし近くからも見たい。そう本当にね、本当にね、うん、そう見てくださってる方って今配信、はい、で見てくれてるでしょ、動画として。そうです。でももうこれはね長年パフォーマンスやってきて思うけど、生で見るのと映像とフィルムを通して見るのとってなんだろう、あのね、違いますね、人かエネルギーの伝わり方がまず100万倍ぐらい違うんですよ、うん、はい、そこの場にいないと感じられないエネルギーっていうのがあるので、まあ、もちろんこうやってあのいろんな方に見てもらう動画を配信するっていうのも素晴らしいことで、うん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 、そこで気に入ったらもうぜひ、そうだね、来年からは見に来てほしい、うん、やっぱりね、そう本当にね、ジャッジしてても騙されないようにしなきゃいけないから、その会場の盛り上がり逆に盛り上がりで、あすごいのかななんて思っちゃったりするから、もう一切もう僕なんかやってる時もね、遮断ね、もう遮断しますよ、すべてを遮断して、もうもうすべてもロープね、パフォーマンスのみを見るように、もう厳しい厳しい戦いです。本当に楽しんで見ててはやってらんないですからね。そうそうそう、はい、私もあれだよ、ジャッジするときはやっぱり知ってる子もいれば知らない子もいれば、それも難しいですね。それはもう、はい、誰が出るとかっていう情報をもうなるべくいらな、はい、入れないで、そうなんですよ、みんな知らないみたいな雰囲気で見るように心がける、うん、そうですよね、まあ、難しいですよ、ね、そうジャッジとしてはすごいその厳しい面もありますけど、でもこういうのってもうなんかアート芸術と同じだから、うん、自分たちがもう発信したら、うん、もう千差万別みんな全然違う受け取り方するから、そうそうそう、評価って ね本来は違うものですからね、うん、だからまあその辺は皆さん自由に楽しんでいただければ、僕らね余計なこと、余計なことじゃない、僕らが言ってることをあんま気にしないでね、そう一つのね参考として受け取ってもらえれば。でもちょっとこの、はい、配信という企画は嬉しいですね。いや嬉しいですよね、本当、ね、僕こう3チャンネルぐらいあって、一番こうなんか
何言っても良さそうなとこをやりたかったんですけど、ちょっと何言ってもいいじゃん。いや、いろんな人がほら、いろんな人いるじゃないですか。うんうんうん、面白いコメントする人いっぱいいるんで。ああ、そういうこと。はい、こういうの見たい、ああいう人の言ってることが見たいみたいなのをいっぱい作ってくれて、全部選べたりするとまた面白いな。ああ、なるほどね、はい、あの選択が何人もメンバーがいてみたいな。そう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 。じゃあ今後なるんじゃないですか。ね、もうやってるかもしれないね。そう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 、みんな勝手にね、個人的にね。うん、あ、始まる。ジュニア部門の、いやいやいや、え、パフォーマンスが始まります。6チームかな。小学生はジュニアは6チームです。で、ジュニアというのは小学校6年生までがジュニアです、うん、で、昨日の予選で勝ち残った6チームね、6チームのパフォーマンスが今から始まります。ね、これはどういう順番でやるのかな。昨日の昨日はね、レッドステージとブルーステージっていうのに分かれて運営したんですね。じゃあブルーステージ3位のチームからね、始まるということでね、ここからですね。昨日のブルーチームのブルーステージの3位だったジャムバディ、ジャムバディですね。では皆さん、でもね、パフォーマンス中だからって私たちシーンとしなくていいんだよね。そうですね、ちょっと見ていたいんですけどもシーンとして見たいけど、はい、まずね、この辺りからも始まってますからね、勝負本当に。そうね、所属はね、はい、宮古ジャンプロープクラブだって。4人のチームです。はいはいはい、まあ、よくあるね、下向いてスタートね、これね、うん、はい、ここでもうチーム分かっちゃうからね、どのぐらい息が合ってるかとか。はい、さ、実はさ、このロープのさ、色とかどのぐらい入るっていうのも意外と重要だったりするよね。そうですよね、まあまあね、この黄色なのかな、これは、うん、で、後ろ側バックが黒だから、うん、いいですね、衣装もバッチリあって、うん、ちょっとね、若干名はよじれてますけど大丈夫ですか。でもさ、真ん中で小6以下でしょ、もう大人っぽいねさあさあさあとね、正面向いたりくるくる回ってステップして、まあさすがやっぱり予選を勝ち抜いた、はい、ね、水ってもこのね、水に何でもないですよっていうところはね、大事ですからね。そこね、リカバリーはめちゃめちゃ大事ですね。あのマフラーみたいなのすごい邪魔なんじゃないですかね、あれ。髪の毛じゃない？え、髪の毛なの、あれ。あれ引っかかるじゃない、大丈夫？あの女の子のでしょ、ね、うん、あれ髪の毛じゃない、地毛じゃないの。なんか昔言いましたよね、髪の毛すごい長いプロの人、ね、うん、すごくない、長っ。おダブルスでちゃんとアクロバットかましてましたね。素晴らしいですよ。はい、いや、ね、もうさ、うん、まあ、歴史がこんなに進んでるとはいえね、もう小学生の演技とは思えない、ずっと昔から比べると、ね、このね、演技中にちゃんとスピードもしっかり入れ込んで、ちゃんとね、あのね、ロープに入ってない人の動きもめっちゃ大事だからね、うん、ダランとしてるかさ、ちゃんと振りがあるか。い、はい、ただね、飛び箱するだけじゃなくてね、もう一人もなんかすると。そうそうそう、はい、いいリリース入りましたよ。綺麗なリリースだよ、あれ、ね、なんか今虹かと思った俺は、うん、すげえ綺麗だったよ、うん、髪の毛、髪の毛だよ、すごくない、すごいな、腰よりも下で金髪になってる。いやー、へいへい、わお、いいよ、頑張った ね、だいたいよくね、予選の方が結果良かったみたいなチーム多いんですよね。あー、このね、まあ本戦に来るとね、本戦すっごい緊張するんで、なかなか実力発揮できないチームも、まあ今までよく見てきましたけど、良かったですよ、ね、でもあんまり緊張は見れなかったかな、はい、なんか流れもそんなに止まってないしね、うん、リカバリーも良かったし、はい、誰だろう、誰が教えてんのかな、これは。いやー、こうじゃん、ね、自分たちで考えてるかもな。でも次はうん、こっちは今度レッドステージね。そう、レッドステージの3位、レッドステージの3位だったタイス、うん、所属はね、柿の実、ジャンプステディファム、ね、はい、使ってるロープは JDDA 公認ロープはい、そういうね、推奨しております。書いてあるわけよ、表記、うん、おいおいおい、結構大人数な、はいはいはい、ちょっとこれは7人、いいね、あー、なんか7人モノクロで決めてダンスから始める、うん、もうね、いい、ダンス力も必要になってきてるからね、はい、最近は。さあ、ちょっとでもね、今回短いですからね、時間が2分、はい、ここでちょっと技は稼げないんで。そうなんだよね、はい、ダンスにいっぱい時間使っちゃうと結構大変ですよ、ダブルダッチの時間が、う
なくなっちゃうからね。やっぱりね、なんつっても競技なんでね。そう、ちなみにそこはちょっとね。そう、ちなみに、パフォーマンスの審査項目というか、はい、一応技術力、はい、技術力、表現力、構成力、独創力、この4つで競い合うわけですよ。だからジャッジはそれぞれ、はい、それを見て得点を出すわけですね。お、頑張れ頑張れ。これね、一度ねちょっとミスってしまうと音が合わなくなるので、なかなかその後のリカバリーが大変なんですけども、そう、ここでちゃんとねタイミングを見計らって、うん、かわいい、うん、結構下の子はなんか3年生とか、ね、何年生ぐらいですかね、ちょっとちっちゃい子もいるよね、はい、バラバラなのかな。ね、みんなどのぐらいのダブルダッチ歴かも知りたいところですが、うん、背が大きい子とちっちゃい子がいるから、はい、ちょっと学年がばらけてそうで、うん、でもみんなね普通に学校したり部活したり習い事したりしながらもこうやってダブルダッチに時間を注いでさ、そうですよね、情熱を注いでさ、家族も協力してこうやってやってるわけですよ。いやー、素晴らしい。これはね大会に出る以上のねものが、うん、本当に残るんだよね。ねえ、いやいやいや、はい、うん、からの、はい、なるほど、かわいい大丈夫か今ちょっと動いちゃったけど、うん、もう一回戻ったよ。いやでもこんなステージでなかなかできないですから、うん、子供の頃本当そうだよね。ものすごいですよ、照明も音もすごい。こんな中でねパフォーマンス素晴らしいですよ、できることは。そうですね、うん、それはもうやっぱり勝ち残ってこのステージにみんな出たいと思って頑張ってるわけですから ね今日はもうほんとそれの全てをぶつける日だから。いやー、いい経験したねみんなね、ほんと、うん、次はブルーステージの2通が、ほうほう、小学校のダブルダッチのクラブかな、中央区立、そう、有馬小学校だって。すごいね、ジャンプジャンプ有馬っていうところ、人数多いよ、うん、13人、ブライト、お、これ13人、え、13人だよですか、多いな。私ね、昨日の予選はちょっと見れてないので、はい、これあの全部フレッシュな目で見てんですよ。最初の初代 J トラップの人数より多いじゃないですかこれ1人よく知ってますね、すごいね、よく知ってますね、 J トラップ12人だったっていう、はい、13人なるほど。あ、そうか、別に人数いいんですもんね。いや、人数に制限はね、必要ないですからね。赤と黒でバッチリ決めて、はい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 、これは赤いロープでかっこいいね、これ赤ロープね、うん、この人数多いと周りの動きをどういう風に見せるかで良くも悪くもなるからね。そうなんですよね、ごちゃごちゃするのか、うん、でも綺麗にまとめてる動きをちゃんと、はははは、いいね、ん、おっと、多いね、足使ってねリリースしてからの、はい、今度ははい、スプリッツからの、はあ、ははあ、これね、上手から、うん、上手も下手もねどんどん使って、こんだけ大人数でないとなかなかこの大きい動きってね、ロープ以外のところの動きも全部使うわけだから、これほんとね、これもほんと日本だからこその種目ですよね、うん、人数こんな多くで普通やらないですからね。そうだよね、外国ではなかなか。はい、それは制限があるんでしょ。あの普通制限しないとなかなか、ほらスポーツ競技って点数評価しづらいんでダブルダッチコンテストならではのこう文化っていうかね。じゃ逆に日本人が行儀いいからいいんじゃないの、制限なくてもちゃんとやってくれるだろうみたいな制限なかったら普通はさ、そうなんですよ、本当ね全員生かさなきゃいけないからね、うん、お、いいじゃないですか、基本的なね、大人数を生かしている動きですね、ああいうのいいですね、はい、ちゃんとね、はい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 、一人でスピード見せる場面も用意して、周りの動きもちゃんと、はい、なるほどね、おー、挟んできますね、もうちょっとね、団体ものなのかと思ったけど、いいね、個人のチームもすごい、ね、そうそう、うん、確かに確かに、なるほど、この13人か、いやジュニアですよこれ、髪の毛とかみんなちゃんと赤くしたりとかしてるし、そうです、私あの審査員だと表現力を見ることが多かったから、はい、
ああいうほら衣装とかメイクとかヘアとかどのぐらいちゃんとエンターテインメントとしてパフォーマンスに生かしてるかって。いやもう大事ですよ。ただね、学校によってはねちょっと禁じてる場合もあるけどね。でもさっきの子も金髪これね、でもこういう場だけね多分やってるんでしょうね、みんなね。この日に合わせてさ、日曜日だからさ、そう、なんでお前髪伸びてんだよっつって実はこの日のためだけに伸ばしてたりとかね。かっこいいじゃん。いやそれぐらいね時間とね情熱かけてますから皆さん、髪の毛一本一本まで見逃しませんからね。確かに一本一本、はい、本当に。いやかっこよかったね、かっこよかった。次はどんどんいきますよ。は次は、はい、昨日のレッドの2位、ね、ですかね、うんうん、でゼロ DD&GA 所属ね、はい、チーム名はクラウドナンバーナインです。ほうほう、えじゃあ何 9人ではないのね、6人はは、うん、クラウドナンバーナインってなんだっけな、なんかあんだよな、チームみたいなあれだね、うん、あれ なんかあるんですかこれ。いや、ね、はい、これ小学生ですかこれ。かっこいいな、大人っぽい、え大人っぽい。衣装は全員白に合わせて、ロープは赤、赤かな。まずいきなりダブルスから入りましたけど、はあ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 、うん綺麗だね。やっぱりこう6人くらいだとまあまあまあ、そう、ま、ダブルダッチ見やすさはありますが、だいたい5、6とかがね、はい、まあさっきのはさっきで本当に大人数生かしてやってたけど、うん、はい大人ね、6人曲、選曲がさ、大人っぽいね。ねそうですよ、もう照明さんもね、そういう風に合わせてくれてますから、これさあ、おっと明るい、帽子は脱ぎ捨てたよ、明るい曲調になったよ、はい。え、あのさ、一番後ろの子も小学生え、全員小学生じゃなきゃダメなんだよね。そうそうそう、全員です。え、大きくない、大きいですけど、みんながちっちゃいのかよくわかんないですけどね。大きいね、一人だけね。私より大きくない、うん、先生かなあれ。先生、あれじゃダメでしょ、うん、なんかね、こうやってね、身長差があってまた男女共にできるのがまたダブルダッチのいいところかなって。指揮してます、うん、ほら、こういう指揮者の演出、ディズニーっぽく。あー、なるほどね。Go the distance、ちゃんとちょっとね、ストーリー性を持たせてね。そうそう、演出に流れを使って、ちょっとね、本当に大きくない？これね、ゆっくりゆっくり回すのはね、やっぱ難しい。コントロールがちょっと縄がね、うん、歪んじゃってますけど、うん、いい演出じゃないですか。でも、うん、最後はこれね、おお、ほほほほ、おお、頑張ってるよ。もうちょっと、いいよいろいろやってる。お、なんかなかなか面白いリズム、ね、うん、最後のこの歌が伸びてるところの演出、おお、最後決まりました。おー、いいね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 、いいよ、よかったよかったね、うん、素晴らしい。あんまりこういう感じの曲使わないよね、うん、うん、そうなんですよ ね、そんなに曲があんまりすごい変わったことやるチームってまだ少ないですよね。ヨウさん、だいたいね、そういう個性的なチームは予選勝ち上がらないで終わってるチームが多いよね。知ってます知ってます。本当はね、予選を見て、そう、好きなところとかいるんですよ。いるんだよね。なんか全然違う走行から攻めてるっていうか、そう、ね、その攻めてる感じが私結構好きなんです。僕も好きよ。サダ君も絶対好きでしょ。大好きよ。でもね、うん、やっぱりそこがなかなか勝ち残るチームが少ないので、そうなんですね、もっとね、そういう人たち頑張ってほしい、うん、頑張ってほしいね。いろんなの見たいもん、うん、いろんなの見たいんですよ、ね、僕たちは、うん、いいチームいっぱいいますから。そう本当ですよ。みんなね、決勝戦ばっかり見ないで、予選も映像アップされるのかな、ね、ぜひ見てください。素晴らしいチームいっぱいいますから。そんでこの本戦見たらまた面白いから ねでは、うん、ジュニアのファイナルの5チーム目です。もうね、ブルーの1位だよ。昨日のブルーの1位ね。昨日のブルー1位、所属はコマエダブルダッチクラブ、コマミンティナ、コマミンティナです。ダブルダッチクラブいいですよ。もう歴史長いですからね、もはや。そうだよね、はい、ベテランチームですからね、ここのクラブ。4チーム、あ、4チームじゃなくて4人ね。えん、あ、これは何ですかこれ。あ、なんかね、1、2、3、こっちが間違ってるね、はい、1、2、3、4、5、6、7 7ですね、7。またいい、なんか盛り上がるような選曲で、はい、衣装もちょっと制服みたいな、全員女の子かな、はい、これね、おい、決めてくれました。なんかやっぱりさ、もうみんな衣装とこのロープの色とか本当にちゃんと選んでんだね、みんな。そうですね、これみんな女子ですかこれ、うん、みんな女子、女の子、うん、だと思う。3、4、5、6、7人ね。これ一曲使いなのかな、縄熱大陸、どうだろう。
一曲使いでいくか。いや変わったよもう。いやこれ同じです。人の曲、はい、本当そうなんですよこれね。あちょっと変わったこれ。違うんじゃない曲も。うんここから変えてんね。うんこれねスカートも結構大変。あ変わってねえや生熱だ。こういう曲、うん、最初からこれねスカートも大変よ。当たっちゃってスカート大変だよ。スカートはね意外と引っかかるリスクがあるからね、うん、はい。しっかりあのね速いスピードも全部縄難しいことやってますからね。やってる、はい、みんなさロープ投げたりこう逆にやったりとか。そうそうすごい入れるようになったね、うん、私たちの時はそんなことはやってないあんまり。ほんとほんと大変だよこれ。難しいよ小学生だからねこれ、うん、地道な練習しないとできないよね。このねほんと地道にやってますよこれ一日。練習はねでも裏切らないからね。何回も回す縄をね。うん。綺麗綺麗。おお。よくねあの動きをいろいろ考えてるね。そうですね。はい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 。はい。なるほどね。ノーミスね。まあね。綺麗でした。うんうんうん、見せ方が統一してたね。そのやっぱりねこの決勝の場で決勝の場でよくやったよねノーミスは、うん、確かにね決勝の場だからね。魔物がいるからね本番とか、うん、そうだね。まあパフォーマンスの本番こういう大会じゃなくてもプロの場でも魔物っているし。そうなんだよね。決勝とかもなんか自分たちを緊張させてしまうみたいな魔物っているわけだ。だってこれ見てくださいこれこんな照明ないっすよ練習会場にね。そうねそれも違うしね。これ結構ねダメージあるっていうかあの難しくなっちゃうよね。で目の前にはさ今日何人ぐらい入ってんだろう。これ何人ぐらい入ってんだろうね。お客さん何人ぐらい入ってるかね。こんなに大人数のね、うん、オーディエンスの前でやるのだって、うん、練習の時にはできないわけだから。できない。でリハーサルっていうか準備待ってるからなんつうのこうウォーミングアップとかもあんまりほらできないちゃんとできないじゃない。できない。で前のなんかが押し合ってとか。あこれも大変ですから自分たちのそうなんだそうコンディションをね作っていくのは大変。大変だよね。うん、そしてジュニアの、パフォーマンスファイナルの最後ね。6チーム目はレッドの1位です。レッドの1位所属は剣心。最初の頃のねクラブチッターのなんかねあれ練習場所なんて大変ですよ。本当にもうさもうぐちゃぐちゃの中ぐちゃぐちゃの中ですよみんなも。意外と他のスポーツってちゃんとあるのにシャフタッチはもうストリート感が強いそうストリート感があるからってねそれに鍛えられるわけ。 そして最後のチームはねルーラーバーストだよね。剣心もいやでもねやっぱそこまでの持ってき方、はい、メンタルとか体の持ってき方っていうのもやっぱり大会の日になってみなきゃ分かんないから。そうなんです。それ重要なんだよね。8人チームルーラーバースト。さあさあさあなるほどね。今年はちょっと決勝に上がってきたチームはねちょっとヒップホップな感じで、うん、本当にさここ何年か90年代がカムバックしてさ楽しいよね。音楽シーンもそうだし、あファッションもそうです、ね、完全にそうだよ。だって私たちがやってた25年、30年前にかっこいいと思ってたものが再来してるからね。曲もミックスされたりしてるし。なるほどね。面白いなって思う。いいね、うん、オールドスクールの感じで曲もスタイルも。さあさあさあ大体同じぐらいの学年に見えるけどね。身長はね同じぐらいになってじゃなさそう。3年生だ。3年生全員。あえ本当3年生もいんの。ほとんど3年生で1人だけ4年生だった。へえ。だからやっぱり3、4年生すごいかわいいな。ようこんな場所でやるなみんな。私さ実はさ自分がダブルダッチ始める全然前に小学校5年生でダブルダッチやってんの。その時日本になかったからね。でもさ3年生とかでこんなにやれてるっていう今のこの日本がすごいと思う。いやすごいよ。でも幼稚園とかができるわけだ。ああこれね後から来るキエのチーム。そういうことか。だからこんなあれなんだ。こんなもうなんていうのもうねえガンガンオールドスクールの私とか好きそうな感じなんだ。いやーよくやるわ。面白いね。その辺がね、最後のあたりもね、ちょっと工夫されてるのはさすがですね。はい、もう真っ暗になるまで最後立ってた子は、はい、もう1ミリも動かなかった、ね。動かない。
暗転の暗転のあれはね絶対キエがね暗転の暗転の暗転の暗転になるまでお前動くなよ。そうそうそう、それで結構ねダブルダッチっていうかまあこの縄跳び関係のダブルダッチの中でも究極の一応イベントなんで、うん、最初から最後まで本当にエンターテインメント的追求できる部分を全てできる限りやってほしいという願いがあって、みんなも頑張ってね工夫してるんで、うん、本当そうですよね、はい、どん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 隙がなくなってきてる、ね、ない、あ、そう、隙がなくなります、年々年々年々隙がなくなってきてる、うん、その隙がかっこいいっていう場合もある、ね、場合もあります、はい、だるそうにして、でもあれもだるそうにしてる演出だから、演出です、はい、そうだからその隙がないっていうのはねやっぱりね、はい、すごいこと、すごいですよ、難しいけどやっぱそういうのって一番響くから、ね、だからね大変なんですよこの大会、いろんなことやんなきゃいけないの。ただねロープ回してるだけじゃないんですよ、うん、これは恐ろしい種目ですよ、飛べばいいわけでもないし、はい、衣装のことも、はい、表情のことも音源のことも全部全部勉強しなきゃダメだから、すごいね、うん、ダブルダッチって、うん、もうすごいですよ、みんなあのこれ卒業したらあの舞台のこう会社入ってもらえればねいろんなこうことが分かりますから。でも私ね、はい、ダブルダッチとかやってる子ってでもなんか何でもできると思う、できるよっすよね、できますできます、人との協調性あるじゃん、はい、で本当何でもできると思う、そうですよ、どんな会社にも入ると思う、もうねこんなねもっと話したいところでもう始まっちゃいますよ、これアンダー19、アンダー19の、はいはいはい、8チームね、昨日の予選に勝ち残った19歳までだから中学生と高校生ね、そうですね、さっきは小6までだったから、うん、19歳までの8チームが始まりました。で1チーム目がブルーの4位、狛江ダブルダッチクラブ所属のコマゼスト、をなんかちょっと妖艶な感じでセクシーな女の子たち4人出てきてくれましたよ、はあはあはあ、またやっぱり違うよねアンダー19ね、グッとさ、グッときますね、もちろん、ね、ジュニアもすごいレベルが高いんだけど、はあ、やっぱり徐々にね、やっぱりね表現力僕好きなんですけど、うん、ロープの表現が好きなんですよ、今もねちゃんと揺らした感じがね、ああはいはい、佐田くんそういうマニアックなこといっぱい言って、うん、私、はい、そうじゃないところいっぱい見ちゃうから、ロープももちろん見るし、はい、ああ何いいよそれ流したね、ワン波、ワン波流したよね、いい、誰これ作ったの誰教えて、そういうところ後から調べるわ、あーあーおしおしいいよいいよ、うんうんうん、はい、さあどうするこっから、はい、うわいいね、いや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 入れてきますね、おお綺麗綺麗だよ、投げてた時のロープの形がさ、うん、あれはね綺麗なままだね、縄跳ビューティフル、うん素晴らしい、衣装も好き、ちゃんとほら輪を入れてさ、ワールドに目を向けてさ、はい、和風な着物、あー今の足上げもね しっかりね意識した足上げだね、考えてるのねみんな、うん、中学生かな高校生かな、うん、やっぱりね女子もいろいろ髪型工夫すると思うんですけど、うん、こうねその動きもまたいいよね、シャンシャンシャンってロープもそうだけど、ダンスとかでも言ってもね髪型で全然違いますもんね、見え方が違うから、うん、これも自分たちでやっぱ作ったんだね衣装はね、お母さんとお父さんとか自分たちでね、だってあんなのね、うん、オリジナルで作らないとないから、ね、おいそこでも使うか、あちょっとねつかみ損ないがありましたが、いい感じで終わりました、あらロープ表現力良かったですよね、最後の最後もあのまとめ方で、はい、そんなね無理難しい技するからそれだけじゃないんですよね、うん、簡単だけど演出に合わせてそのそう素晴らしいですよ、あ良かったですね、コマゼストでした、うん、そうか、やっぱり同じこと言う、割っていいよ日本人だからそうだよねでもいろんなチームがあるからいいわけですよ、そうドヒップホップに行くのもそうなの、いろんなテイストが正解はないからね、正解ないよ、そう、うん、今度レッド、レッドレッドレッド、レッドのステージで昨日のレッドステージの4位のチームですね、所属は、関東第一高等学校、おなんか漢字難しいのこれ、漢字が難しい、飛ぶ、舞う、飛ぶ、なんかね、ちょっと漢字が難しい、ごめん、うん、飛ぶっていう字に、舞うっていう字に、うん、飛翔の翔ね、これもいい名前だね、ごめんなさいね、ね、チーム名はダブルレオ、なんだろう、超武将、なんだろうこれ高校のクラブの名前かな、そうそうそう、所属の名前だと思う、うん、チーム名はダブルレオ、高校生だね、4人、はい、いいね、男2人、
かっこいい始まり方ですよ。ロープ素晴らしい。はい、もうちょっと始まりからテンポ感が早いね。ね、いいよ、余裕がある、余裕があるよ。始まりから、はい、でもこれ4位ねえ、いやもう本当にいいよ、余裕がいい、とても余裕がいい、おっていう感じ。あ、いいね。もうほら顔結構表情出してる余裕もあるね。はい、こっからどうする、見てても分かる、はい、はい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 。さあこれね、移動しながらね、いろんな工夫しますよ。ま、衣装もね、揃える良さとこの、はい、統一感見せてばらける良さがあるからね。あ、見ましたよ皆さん。なんか回しながらロープ一本に持つようなよくわかんないことやりましたよ。え、はい、見逃した。巻き戻すなんだあれは。面白いなあれ、生の回転の勢いをそのまま使ってきたわ。4人って結構ね、意外と大変じゃないの。大変だよ、忙しいよ、イメージ休めないからね、全く、うん、だからでも疾走感というかスピード感は出せる感じがするよね。あ、そうですよね、少人数の方がもう休みなくずーっとやれるから、うん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 、まあそれぞれのチームの人数を一番生かしたパフォーマンスを作るっていうのが大事だけど、はい、まあ4人ぐらいだとすごい疾走感出しやすいよね。いやー、よ、まあみんなね、しました。やっぱこのね、速いスピードっていうのは、あの街がちょっと面白いね。あれは何ですかね、次に何かあるんでしょうね。 あれただしゃがんでただけですかね、これは。わかんない、はい、ちょっとわからないですね。ーロープ飛ばすね、はい、みんな回すね、そうでしょ。うん、もうちょっとアクロバットね、安全にね、練習しといて。うん、うん、怪我したら困るからね、うん、そうそうそう、本当にそれ以外余裕があってよかったよね、うん、あれなんかさ、2分に思えなかった、早かったね、すごい、あっという間の疾走感があって、うん、安定してた、ね、ちょっとね、速いスピード系のところでちょっとミスはあったんですけれども、でもそんなに気にならなかったよね、気にならなかったミスがね、うん、ダブルレオでした。いや、なんかみんなすごいな。いや、やっぱここまで来るまでの練習の日々、はい、そして仲間といろいろ築き上げてくるもの、はい、これをちょっと思いながら今皆さん見てください。今見てる方々、たまたまね、たまたまこのチャンネルに今見てくれてる人もいるじゃん、はい、でもね、いきなりこんなことできないんですよ。いや、いろいろあったと思いますよ。仲間が結成されるところから、はい、じゃあどんなあのコンセプトの演技にするのかなか、衣装どうするとか、音楽決めるとか、そう、それはね、人生一個ギュッてなってるみたいなもんなんですよ。本当にね、いろんなことあったよ。僕はこんなのやりたくない、私はこれやりたいのみたいなね、あるある、やり方があってですね、じゃあ抜けるよみたいなね、そうそうそう、いや待てよみたいな、そういうドラマを経てここに来てるわけだから、はい、ちょっと次のチームからでもそういう思いで見てほしい。で次はそれはまあ難しいね。次はよ、でも本当ね、ブルーステージのちょっと待って、3位、はいはいはい、ラッシュジャック、ラッシュ、はい、所属は日本橋中学校、これ中学生なのこれ、また大きいね、ダブルチーム、中学生と高校生戦わなきゃいけないのもちょっと酷だけど、そう、頑張れ、うん、でもさ、任す中学生もいるから、うん、そうだね、うん、で中学生に見えないしね。いや、なんかみんな本当統一してるな、ちゃんとコンセプトが。これさ、これセンター、これ大丈夫？これ俺、これ最初から作戦センター？タダ君はちゃんと厳しいこと言いますが、うん、あ、舞台のセンターじゃないんです。そうです。そういうこともあります。わかんない。いや、これは多分あんま見てないだけなのか、はあ、わざとかな。もしくは、うん、やってるうちにだんだんこっち行くからかな。わかんないな、うん。でもいいよ。今は多分さ、もういいじゃん、神手に寄ってて、ああ、まあ、この辺からもう、ああ、多分それだな、センターだったんじゃないかな、ああ、はい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 、さあ今センターだよ、ほぼね、いいよ、頑張って、あ、なんかちゃんと後ろには、うん、ここはもうね、お揃いのロゴがある、はいはい、T シャツを着て、さあゆっくりの回しから、おい、はい、それは惜しいね、はい、決めたよ、うん、なんかこのまま歌とか歌っちゃいそうな感じですね。うん、確かにいいね。はいはい、いいね。でもすごいなんか楽しそうにやってるね。ね、うん、みんなダブルダッチが大好きっていう感じ、うん、みんなもうね、髪の毛もさ、青と白で編み込んでるよね。うん、全部入れなきゃいけないからな、速いのもアクロバットも、うん、これね、そうよ、年々レベルも上がっていくからさ、はい、他の人がやってないこととかさ、普通のことだけじゃ勝てなくなっていくからね。そうなんですよ、
変だよね。でもね、ほらもうね、やりたいからやってるわけでしょみんな。そうだよ、これを見せたいね、リスクがあってもやりたいの。そういうのって本当に素晴らしくない、うん、ね、誰からも頼まれてなくたってそうやりたくてやってる。そうです、っていうものがあるわけじゃないですか、世の中にはね。エンターテインメントという、そう、コーチ的に言ったらね、やっぱ視点で言うと、あ、お前らその確率低いからやめとけとかね、言いがちですよ。でもそこをまあコーチの言うことを聞くのもありだし、いや私たちはやるんですっていうのもありだし。いや私たちプロになってもそういうのめちゃめちゃあったから、うん、プロデューサーに本当に食ってかかったことあるからいやいやこれやりたいんだみたいなでも大人になると、それはプロになるとね、もちろん、うん、お金をもらってやってるわけだから、はい、言うことを聞いて、生意気な自分たちでも言うことを聞いて、うん、結果良かったこともありますよ、ね、ことありますね。そうですよね、やっぱりあのプロの言ってることだから、うん、プロデューサーとか、はい、でもその時は生意気だからさ、はい、んであんな簡単なぜあんなきゃいけないんだよ思うわけみんなそれをね、こうでも大会はさ、はい、もうそれをがっつり出せる、コーチに言われたこともあるだろうけど、うん、がっつり出せるチームもあれば、そうじゃないチームもあるかもしれない。いろんなチームあるからね、うん、本当にね、自分たちだけで作ってたりするチームが最近増えてるからね、中ね、小学生、中学生、高校生でもね。そうだよね、それが信じられないですよね。すごいと思う。普通だったらコーチに教えてもらうっていうのがね、ステージ寝てます、あれですけど、人が、ま、どうした大丈夫か、おいチーム名も面白いよ、始まったぞ、塩豆腐だよはい、はい、所属はね、松本深志翔かね、あ、なんかいい感じ、おお。あいつ間に合うのか学校に、ね、この塩豆腐はほらみんな急いでるから、みんな遅刻してるから、そうだよ、昨日のレッドの3位ね、3位、うん、おい急げ急げ、早く行かないと学校に私ね、遅れるよ、こういうの好きなの意外といいね、慌ただしい感じ、あーいいね、いい、あ、僕はセーフ、僕は間に合ったのかな、え、はい、はい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 、いろんな人いますか、いいね、あの彼好き、いいよ、いろんなキャラがいますよ、これさ、個性的ね個性的でさ、ちゃんとストーリーを持ってさ、はい、でも決勝にね、またこういう見せ方が違う、ね、いいね、あ、でも難しいことやってるよ、そうよ、いいチーム出てきますね、見て、ちゃんとあのロープの外にいる3人の動きもいいんだよそうですね、可愛いちょっとそこも見てほしいですね、はい、お、あー、あれ、こっから電車なの、まだ学校じゃなかったんですね、これは。いやー、今から学校に行くわけ、大変だね、通勤、これ電車、満員電車、満員電車じゃないの、これ、いやー、同じ学校なのかな学校なんだ、だって制服違くない、違うから、違うんだ、うん、あー、なるほど、え、この子たち本当に所属っていうか、その学校もバラバラの子たちがやってんのかなどうなんだろうね、あ、リアル自分たちの制服かな、わあ、これなんかいろいろ聞きたくなっちゃうチームだね。ねえねえねえ、そう、興味が湧く。うん、これだってそれだってさ、うん、すごいことじゃない？そうそう。だって今のミスだってさ、なんかわざとミスってる可能性もあるもんね。演出かもしれないよ。演出の可能性が出てくるよ。そう。ほら。誰が引っかかっちゃいけないって決めたんだよと。うん。そういうコンセプトか。あ、はい。あれ間に合うの、これ？間に合ったの？セーフ？間に合った。はい、あ、入った今ね。ん？え、最後の。あ、机にね。はいって言ったじゃん。これはあのいろんな、なんちょっとよくわかんないけど寝てる子もいた、疲れて寝てる子もいるし、あれだけ運動して走ってきたのにもう先生に拒否してる人もいる、そう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 、いろんなタイプがいるよっていう、でもさ、すごくない、問題提起されてるのうちら、このされてるねいやー、これはなんかね、やっぱりね、これいろんな見せ方をするチームがもっといてほしいの、いやー、ほんと私塩豆腐は絶対明日になっても覚えてない塩豆腐、あれどういうあれだったんだろう、最後の挙手とかさ、面白い、聞きたいこれなんだこれ、聞きたいことがいっぱいある、気になるな面白かった、面白いね、いつもさ、あの もちろん順位を競うって素晴らしいことだけど、はい、そうじゃないことも大事でしょ、そうそう、興味を引くとかこれあれ決勝も2分でしたっけ、あれ2分だった、今もっと長く感じたよね多分2分だったんじゃない、不思議だよね、不思議だね、時間の感覚ってね、時間の感覚、じゃあ次いきますよ、ね、はい、もう2位だよ、ブルーステージの、昨日のブルーステージの2位ね、津田沼高校ピョンからピョンエルドーレ、はいはい、ピョンもね、あらピョンですか、ずっと頑張ってますよ、ピョンの DNA を、はい、エルドーレ長いですから ね、うん、長いです、高校、ここの高校ね、ダブルダッチサークルとして津田沼高校、はい、日本ん最高ぐらい、ここで、うん、すごい、もう前からやってるからね、ね、僕はずっと続いて反映してるのがすごいよね、いやーすごいですよ、続いてんのがね、本当に、うん、
ほうほう。だってピョンって私が知ってた時からもうずっと立ってるからさ。そうですよね。ピョンの後の方はさ、おお、ね、いきなりやった、わかんないもんね。いや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 、いや、なんかもうぶちかましてくれるのか、こっから。はいはい、うん、うんうんうん、黒で決めて。あんまり黒っていなかったな今日、黒だけね、シンプルだけど、うん、見やすいね、うん、はい。お、結構中で踊れる子たちが多いんだ。男3人、女2人。さあ、こっからはステップしちゃうわけ、ね、ハリーとか行っちゃう。おっと、ソロだ。ああ、クラバット来た、はい。おー、これもうね、みんな当たり前のにやってるよね、こういうのね。ね、ほんとだよね、はい、当たり前のようにやってるってすごくない、ね、レベルがどんどん上がってきてるっていう、うん、大丈夫なのこれ。人間ってすごいよ。ああいうのってね、痛そうに見えないけど、いろんなところ痛いよ。痛いんだろうな。うん、何にもし、あ、でも肘は1回だけだったかね、うん、これもね、ただね、足ステップしてるだけじゃなくてさ、もう表現、いろんな腕動かしたり、うん、ほんと、いろんなことしないともういけないからね。そうね、うん、ノーミスで速いちょっとステップをやるだけじゃないからね、うん、もう今ね、うん、外の動きも前後の動きも全部関係してくるし、うん、音にちゃんとはめてね、出る時もね、ただ出るだけじゃなくて、はい、2分が短く感じない？いやー、なんでこんなに違うんだろう。いいね、かっこよかったよ。ちょ、最後ちょっとロープ、最後大丈夫？あれ、どっか飛ばしたけど見つかった？飛んだ？うん、後ろの方にね、吹っ飛んでたけど、もうね、はい、早いもので、もうアンダーナインティーン8チームのうち5終わっちゃった。終わった、早くない？いや、一瞬すぎるな、みんなの青春がここで一瞬ですよ。もう本当に青春、今日で終わらないけど、終わらないんだけども、いや、まあ、でも本当にこの2分のためにさ、うん、そう、凝縮してるわけだからね、本当に。どの大会もあと3チームだよ。で、ジュニアって6チームいたの今日、はい、で、アンダーナインティ8チームいたのね、はい、それでもワールドに行けるのはそれぞれ1チームだけだから。あれ、そうなんですか？そうなんですよ。少ないな、おい。だから今日の優勝、ま、今日もちろん1位、2位、3位とかも出ると思うけど、はい、8月に行われるダブルダッチコンテストワールドに行けるのは6人からでも1チーム厳しい、8人からでも1チーム。いや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 、オープンだけ違うけど21チームから3チームだけどね。いや、ただもうこの中の1チーム、これは本当に、まあでもそうね、もう瞬きできねえよ。そうだよ。そして次はね、うん、レッドステージの昨日の予選2位、日本橋中学校ダブルダッチ部からトリニティ、うん、3人、3人今日初めてじゃない？ほうほう、日本橋中学、さっきもね、ブルステージからも出ましたけど出たね。ほうほうほう、ラッシュジャック、すごいな、今日2チーム出た。パフォーマンス部門では初の3人チームだよ。これ緑ロープ、うわ、移動しながらそんな難しいことしたの？え、大丈夫。うわ、ナイス、リカバリーしたよ、うん、はい、ね、ちょっとね、バックで黒だとね、若干緑ってね、見づらいけど、まあね、黄色とかね、僕は緑大好きです。赤の方が、はい、目立つっていう場合もあるけど、うん、でも3人で、うん、いいよ、いいよ、頑張ってくれてる、はい、おー、おい、綺麗に途中、休む暇ないからね、3人は。そう、はい、3人ってね、すごいんだよ私3人チームやったことないから忙しいもん。忙しいよ。ニューヨークの大会出た時もシングルスは捨ててたからねもうダブルスにかけてでもね、なんかね、これこそなんかこう元祖そうって感じがするよね、3人っていうのはね、もう本当の元祖、元祖ダブルダッチだよね。ねえ、しかも男の子と女の子とね、3人いればできると、2本のロープがあれば。でもさ、ジュニアとアンダーナインティを合わせて、うん、たった1チームだからね、ね、3人チームってすごいよ。おお、何、ちゃんと細かいところまで、うんうんうん、渡し方もかっこいいじゃない。応援したくなっちゃうそうね、3人ってなんかもう余計、はい、普通より。でもね、こう、おお、3人だからとか、十何人だからとかっていうのね、まあ、関係ないんだけどね、またね。でもさ、
今日私ジャッジじゃないから、ジャッジじゃないからいいのそうそういいのよ、3人応援したくなっちゃうもん。いや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 ね、よくやった。いい、そう、うん、3人チームはやっぱいてほしいな。いてほしい、いてほしい、うん。でね、あの唯一ジュニアでもいなくって、アンダー19ではたった1チームだけ、うん、3人チームが決勝まで来てくれたわけだから。なるほど、素晴らしいよ、頑張りましたね。で本当にね、ここまでの時間がかけがえないからね、大会に出るまでの時間、まあ、今後ももちろんそうだけどさ、一緒にやっているっていう時間が ねもう本当に、やめた、例えば大人になってもっともっとおじさんおばさんになってアバチやめたとしても消えないからね。なんかね、やってきたっていう時間は、そもそもね学校だからさ、どうやってねチーム決めてんでしょうね。私たちだって本当は5人がいいわよでもみたいな3人しかいないからみたいなね、抜けるのもあるしね。5人とかだったのにとか、そう考えるとまたグッとくるよねで5、6人だったのに3人になってもやろうよとか、ね、泣いちゃうよね。あえて3人っていうのもあるかもしれないし、ね、ちょっと分かんないんだけど、そうだね、そういうのも知りたいね。そのサークルとかによって違うのかもしれないし、うん、先輩が決めるっていうところもあるから ねあるかもしれないし、くじ引きとかもあるかもしれないし ねこれ一切こうもう瞬きができないんですけど、どうすればいいお茶も飲めない、飲めないで、やっぱりもうダメだ、飲んでる場合じゃないいいんだよ飲んで今日ね、これね、あのダブダッチコンテスト実行委員会の、あ、すみません、どうぞ、そう、どうぞ、実行委員会のボトルを買ってるんです、はい、佐田君はね、買って飲んでますよ。今日会場で売ってるから、はい、皆さんもぜひ、はい、次はね、1位だよ、予選のブルーステージの、はいはい、予選1位のロイヤルイリュージョン、所属は栄光ロイヤル。はい、来ちゃいましたよ、皆さんチェックしてください、このロープのさばき。いや、あのめっちゃ背高い人、はい、高校生、高校生ですみんな高校生ですよ。だから高1が4人ぐらいの、高2が 1人とかって言ってましたよ先生は。なんかちょっとさ、このさ、何、あえての演出的なフリーダムな感じがいい。これね、だいたいあの皆さん飛んでる人しか見てないですけど、周りでしょ、これロープだいぶさばきも分かんない感じでね、うん、やってますからね。これ、おお綺麗。今日はねジャッジじゃないんで、さっき見せてもらったんです、予選の映像、うん、もう一切分かりませんでした。一切分かりませんでしたよちょっとこだわり、うん、こだわりすぎてて、あ、ロープ的に、ロープさばきが、佐田くんが言うってすごくない、はい、え、佐田くんでもそう思うぐらいってすごくないですか。分かんない、ロープの魔術師、はい、佐田が。さあでもね、そんなチームでもこの決勝だとこれだけ緊張しますから、そう、ね、さあどうするかな、そこが見どころよ。うん、でもさ、確かにロープがめっちゃ綺麗だね。綺麗でしょ、うん、棒みたいな、安定してる、うん、今のもなんかね、ロープ絡めてんですって、全然わかんないねわざと絡めてほどいてとか、そこってさ、はい、すごいよね。なんかね、横にスライ、横に今ね、スライドしてる時にもなんかいろんなさばきしてるらしくて、すごいっすねはい、生技やばいね。はいはいはい、でね、アクロバットも最近もうやりたいと、うん、子供たちが申して、うん、アクロバットもロープパフォーマンスも全部入れてやってるそうですけど、もともとはそんなにアクロバットには注力しなかったわけ、はい、そうですね、もうとにかくロープロープと、で最初は嫌がるんじゃないかと思ったんですけど、みんなねこだわってて、なんか今回も決勝の最後の技難しいからやめとけって言ったのに、先コーチが言ったのに、いやそれやめたら俺らロイヤルじゃないっすからとか、なんかよくわかんないことをこだわりつって貫き通したすごい、もうこだわりまくって、で一番すごかったのは、さっきリハーサルで縄なしで練習してたんですよ。縄なしであれを全部練習してるんですけど、全部縄完全に回しながらやってて、うんうんうん、それがもう見えた、そう、ロープ見えましたよ、すごい。だからね、あれ見てほしいね、リハーサルでやってる彼らの縄なしエアーダブルダッチ、見えないじゃんそれ、エアーダブルダッチさ半端ないっす。でもさ、本当にエアで練習しててちゃんとやってるチームって縄見えるよね、はい、そう、本当に見える。私たちも縄見えるようにエア やってたもん、やっぱり。あ、そうですよね。そんな難しいのもやってないよ、ジュートラップは。あ、私たちの時代はね。でもやっぱり全部動き見えるようにエアでやってたもん。いやでも本当、いろんなチームがいて楽しい。佐田くんがそんな言うってことは本当、いやもうね、僕ジャッジなんかもうやりたくないですよ。だって見逃しちゃうんだもん、みんなせっかく一生懸命頑張ってくれてる技。確かに、もうえってなるよね。そう、レベルが高い、無理だよ、スロー再生でも無理だもん本当に。ではアンダー19の最後の、チームです。レッドのステージの1位ね。おお、なるほど。おお、この所属から来たよ、嬉しいね、藤井一。おお、はい、
藤井一も長いよね。ここ長いね、藤井一もね。これさ、ジャンプステリファンって読むの、うん、そうなのかな。ジャンプの運がさ、うん、星なわけ。ほら M がねだから、え、これ平気な言葉かなって思ったわけ。一回星を抜いたらジャンプだったからよかったわ。リトルクイーンね。よし、かーし、ジュニアじゃなくてアンダーナインティーのオラオラ系の感じで飾ってください。かっこいい感じで来たよ、はいはい、ラティーノ的な音楽で。女の子でしょ全員。かっこいいじゃん。っぽいですね。ねえ、迫力出してて。おね、ああいうシンプルな技だけどいいよね、飛び越すのも。いや私は好きよ、うん、ああいうの、ね、うん、もうなんか確かに難しい技も大変だから、うん、ね、もちろんすごいんだけど、ほんとシンプルで見せ方がいいの好きだよ。うん、ほらちゃんと横みんな踊ってるし、翻弄してるし、なんか存在感があるよねみんな。ねえ、あ、はいはい、あ、はい、はは、お、好き好き、選曲も好き。こういうさすが予選1位レッドのね、多分チームのなんかね、こうテイストがね、そう、カラーが女の子だけどなんかこういう、かっこいいよね、うん、かっこよく見える。で、この女、うん、ダテラにかっこいいっていうテイストをみんながちゃんと同じ方向向いてる、うん、ね、あんまりこう無理してかっこつけてる感が見えない感じが、そうそうそう、みんながちゃんと自分がやりたいカラーがたまたま統一してるよね、うん、やらされてる感がないし、全員女の子だよねそうだよね、かっこいい。やっぱこうね、本当だったら普通の大会って男女別とかあるけど、うん、コンテストはそういうのないからね。女の子も海外だと結構そうバラバラ、まあ、物にはよりますけど、うん、このダブルスコンテストはね、はい、かっこよかった。女子だけだけど全然良かったよね。いやなんか、うん、やっぱほら女からすると余計にかっこいいと思っちゃうよね。女だけだけどあの雰囲気をやっぱり男に負けなく、別に男女関係ないんだけどさ、うん、あの雰囲気をかっこよく出せるって憧れになると思うよ女の子からと。ねえ、こんなね、みんなね、いろんな表現すごいね。ねえ、アンダーナインティー終わっちゃったよもう。いや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 、コマゼスト、ダブルレオ、ラッシュジャック、塩豆腐ね、塩豆腐忘れないわ名前、塩通りね、ピョンエルドーレ、トリニティ、ロイヤルイリュージョン、そしてリトルクイーン。いやいやいや、一瞬だな。一瞬ですよ、もう息もできないぐらい。お茶飲むわ。お茶飲んでくださいいやでもね、名前もすごいんですよこれ。名前はなかなかの被らないようにね、名前を作んなきゃいけないので、ね、そういう意味でも今までさ、被っちゃったってないのかな、はい、いやなんかね、小文字と大文字ぐらいの違いで被ったとか、なんかそういうのはミスター王さんから話は聞いたことありますけども、はい、でもまあまださ噂が来るからね、同じチームっているんだよとかさね、今どうなんか検索あんのかな、これダブルダッチチーム検索ってやるとね、今までの歴代で、そういうの歴代のが全部見れるとかもあんまないあったら面白いですけどね。誰か作んなきゃいけないんだよ佐田くん私なんか歴代 の, この大会って今1個じゃないじゃん、はい、コンテストもあれば他の大会もあるけど、歴代の優勝とかその決勝行った人とかが、はい、自分で知りたいなと思ったことがあって、はあ、自分のイベント MC でもそうだし、もうちょっとリサーチしたいなと思って聞いたけど、ない。なるほどね、何もないんです。いやー、まあなんかこう例えばその大学とかサークルごとの歴代のチームとかもどこでも見れないし、あ、なるほどね。でそれをね、あの某ゆうすけ君に、はい、あったらいいのにね、でもやる人いませんと、もう膨大なあれになっちゃうから。そう、これを聞いてる人の中で、はい、もし全チームいやもうやりますよダブルダッチ好きすぎて俺がそのサイト作ってこのコメント欄に URL 載せますよっていう人がいたら、はい、いたらね、ぜひ。もう私はビールをおごるわ。ビールですかビールですか、生とビールですかそう、おごるわ。いやー、じゃあみよさんがおごってくれるということで、ぜひやってほしい。チーム名全チーム網羅したページ欲しいです。めっちゃ喜ぶ人いると思うよ。そうですかね、まあでも結構大事だもんね、名前作るときにね、参考になりますよね。そうだし、歴史が分かるじゃん。あ、はい、あの例えばそのチームって今現役でやってなくても、あそことあそこであそこで出てたんだとか、はい、
そういうダブルダッチって日本で今こんなすごいのに全部知れなくなる。いや知れないですよ、知れないですよ。僕もね、ちなみにあのトンデルズっていうチーム作ったんですよ。トンデルズいつなんかね、みんなちょっと適当に集まったメンバーで仕事でちょっとペペッつってね、トンデルズってね、結構好きな名前だったんですけど。どういう字だったの？いやそんなに漢字とかじゃないの？トンデルズのと、まあ、漢字の出しながらのトンデルズみたいな。だってほら、そしたら、はい、サダ今までのチームみたいな感じで本当はね、書いとかなきゃダメだよね。そう、うん、どっかのそういうプラットフォームで情報を得られるところがあったら、はいはいはい、ね、そう。ただね、最近その昔はそういうの思ってたんだけど、もうね、あんまり昔の歴史っていうのも、あれ、なんですか、おお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 お3人目の今日の配信コメンテーター、キエ久しぶり。イエーイ、リオさんお疲れ様です。キエが来ましたよ。もうね、今ね、引率終わったばっかりなのよ。いやいやいや、この後ずっと入れるわけ。もう喉乾かなければあの一応お弁当ありますから、キエ君お弁当をたしなみながら。ありがとうございます。もしよろしければ。はい、今ミオさんこれどこまで行ったんでしたっけ？今ね、はい、ジュニアの、うんうん、あ、もうスピード最初にオープニング終わったでしょ、うんうん。でここパフォーマンスのジュニア終わりました、6チーム、うん、でアンダーナインティーの8チームが終わったところです。あのスピードどうでした？あの演出の方は。そう、そんでね、私かっこいいじゃんって言ってたので、はいはい、いきなり始まったみたいになって、はいはい、でこの企画演出かっこいいの誰が考えたのって言ってたの。そしたらちょっと後ろにあのプロデューサーがおりまして、はいはい、キエス、キエス、あの僕って言いたいんですけど僕なんです僕やんでもイメージだけ伝えただけで、おうおう、やっぱり影の功労人っていうのはやっぱスポット当てなきゃいけないと思うんですよね。ほほほ、あ、ゆうすけとかがんすけが夜な夜な、なるほど、イメージ、そうカウントをしっかり詰めながらやってたことによって、あ、そういうことなのね。あの演出がね、うまくいってるんですよ。みんなのチームワーク、どっちも大事なんですよ、はい、あ、なるほど。アイデアを出す人も大事だし、はいはい、それを実現するのはアイデア出した人じゃない人たちがやるから。そう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 、あれだね、ダブルダッチだね。だからいや、やっぱチーム3人いればね、ダブルダッチみたいなもんだよね。そうなんですよ、世の中すべて。でもかっこよかった、よかったです。なんかそれを僕はそわそわしながら、うん、周りからあれどうだった、あれどうだったばっかりを聞いて回ってるっていう作業自分はこっちから見えなかったの。子供たちの印刷があって見れなくて。あ、そっか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 。なんかね、あのね、ステージっていうか会場の緊迫感がグッときた、うん、なんかね、これね、ちょっと近めの方がいいらしい。あ、なるほど、マイクが、うん、マイク拳一握り分って言ってました、今井さんが。なるほど、はい、助けてくれたの今井さん、ね、ありがとう。これぐらいだとね、うん、俺の滑舌の悪いのがバレちゃうっていう。大丈夫ですか？大丈夫よ。このぐらいだ、20センチぐらいじゃん、うん、大丈夫。じゃあちょっとこれぐらい大丈夫ですか？いいよいいよ。2人の顔も見たいしさ、やっぱりやりながら、そう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 、はいはい、うまくやっていく。はい、次行く雰囲気じゃない？行きますね、次何ですか？次やっとキエが来て3人揃ったところで、もうちょっと話を、え、でもほら、Are you ready? みたいな感じで行きます？始まるの？あれ、もしかしてこれワンツー、ワンツー、よー、イエーイ、こっちもイエーイだぜ、こっちもイエーイだぜ。ワンズだ、これワンズいきますか。ワンズ、ワンズを今聞いてて知らない人もいるかもしれないよ、はいはいはい、ワンズ、じゃあキエから説明しよう。お願いします。ワンズ、ね、まあ、数年前に始まったこのワンズっていう競技なん、競技って言ったらいいのかな、うん、その、うん、ダブルダッチやっぱ3人で行う競技だけれども、うんうん、まあジャンパーのスキル高いやつを選ぼうぜと。そう、なるほど。ただロープをいろんな試行錯誤すればいろんな技は通ると。そうね、この中でベーシックジャンプでどれだけこの決まりきったロープの中でかっこいいムーブを誰ができるのか勝負しようぜっていうのがワンズ。そう、だからもう一人で参加で出場するってことだよね。そう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 、ランナーは決まってて、うん、でロープは順縄ってことでしょ。そう、順縄、もうひたすらずっと順縄、二重もダメ、スライドもダメ、その中指示も出せない。そう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 、その中でどんだけのムーブを見せられるのか。やっていいのはその順縄に基づいたエンドリだけ、エンカウント、その倍速だけは許されていて、ただロープは通ってないからね。そう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 、っていうところになんか注目しながら見てほしいなと思います。はい、さっき出ましたね、さっき出てた、もうケータ、さっき外でやってたでしょ。いや、もうこいつは強いですよ、本当に。こいつ強い。で、これは、今からやるのが正一ですね。強そうだな、みんな。上手なんですね、この大きな動きというか、そのなんだろう、ムーブというか、なんか、うん、うん、これ唯一女子じゃないですかね、女性、ゆい、もうどんどん上がってきてますね、もう、そろそろ男も食うようなね、第一、どんどんヒップホップのね、あの
なんだろう、練習も重ねてきてね、どんどんロープスキルの中での上手くなってきてるというか、おいもうトリキングも、こいつはもうやべ、こいつはやばい、ジャッジにも入ってたね、トモヤ。そう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 、もうカルサピカイチ来ました。はい、西野、西野ニュースター、ニュースターだ、ニュースターじゃない、もうスターだな、サトルだな。あ、あれ出ました、なんか紫の人来た、あの、難しいコメントにと、これ結構難しい話です。なるほど、うん、どうしたらいいのか。はい、セイエン、なんすか、セイエンって読むの、セイエンなんて読むのこれ、サーさん、ちょっと待って、これ分からないよこれ。サイエン、サイエン、サイエンです、ヨーロッパだって。何、ラスワンサイファー、いるので、ワオ、ワンズって何人ぐらいからここまで絞れたわけ。めっちゃいた、ここまで。もう参加するのとりあえず人大会というか人イベント、もう結構80人か100人規模でやって、 その中から20人にまず予選に絞って、すげー、そっからトーナメントでまずそのシーズンの、シーズンというかその1回目のチャンピオンを決めていく。え、それが何回もあるんだよね。そう、何回もあるもん。それの今日が最後の頂点。そう、そのファイナリストたちっていうか優勝者たちの決勝戦っていう、すげー。しかもちょっと待って、ヨーロッパもあるんだね、もうね、ヨーロッパもある。そう、すげえな、もういろんなとこでやってるし。あ、そういうこと。え、さっきのサイアンはヨーロッパのワンズの優勝者、優勝者来れなかったのよ、ロイックなんだけど、ミニが来たの、それで、ロイックが優勝したんだ。そう、ロイックは去年も来てたからね。だから今ヨーロッパの現チャンピオンはあのロイック。へー、すごい。だからこれでサイアンが日本人を食った場合、ロイックが一番かわいそう。なるほどなるほど、かわいそう、確かに、かわいそう、かわいそう。いやでも頑張ってしょうね、うんうん、でもそこでまた、もしそうなったらサイアンとロイクがバトルすればいいじゃん。ね、そしてね、また一番を決めろってね。そうそうそう、やっぱりこんだけ面々揃うとオーラが違いますね。確かに、私ね、ワンズってそんなにたくさん見れてないんだよね。うんうんうん、超楽しみ。なかなかね、うん、僕もね、あんま見てないんですよ。そうだよね、2人はね、結構その、まあ僕もそうなんですけど、だんだん遅くなるといけませんよね、クラブのイベントとかね、遅い時間でね。もうきついも最近遅い、ね、遅いし、まあ、昼からやってる場合もあるけれども、もうなんだろう、年取ってきたのかっていうのは言い訳にしたくないけど、辛くなってきたね。辛くなってきた、まあ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 、まあはい、あんまり夜中のイベント確かに行かなくなってきた。でもこの間結構早い時間でやったでしょ、ワンズ夕方に終わる。はい、そう、やってた、その時間は、うん、デイイベントではあるんだけど、結局は、うん、あのね、ちなみにでもね、あの合同会社2個手伝ってくれてる2個のイベントで、うんうんうん、この子供たちがバトルやったんですよ、ワンズを。ワンズどうでした。でちょっとなんかいろんなキャラクターがいて、びっくりするぐらい結構ね、かっこ悪いかもしれないけど、自分を全部出してね、飛んでて、あ、子供たちでもできるんだと思って。なるほど、びっくりしちゃったよ。最近の子供たちやばい、うん、やばいよね。やっぱりなんだろう、ダブルダッチの枠が広がってることで、うん、いろんなことしていいんだっていう自由さが求められてるから、ね、自由度があるから今はもう、うん、でもそれってすごいいいことだよね、うんうん。なんかやっぱパフォーマンスっていう、こう決まったものがやっぱかっこいいからさ、それ目指そうと思うけど、これのおかげでまたさらにこう自由な発想だったりとか。そう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 、ね、唯一のさ、唯一の弱点って言ったら変だけど、ダブルダッチってチームじゃなきゃできないものだったわけじゃん。ああ、ね、なるほど。ブレイクダンスとか他のストリートのもの、なんでもあのスケボーとかそういうのも他のものって一人で代替できるんだ、できちゃうね、うんうん、でもダブルダッチって絶対チームでしかできないから、そこが難しいところでもあったんだけど、ワンズって一人で練習したことがエアーでね、うんうんうん、大会出れるし、可能性がバッと広がったと思う。そうだよね、ベーシックでやってるから、結局は普通にジャンプしてる動きであれば何でもうまくいくからね。で、その時だけ誰かターナーで協力してもらって、順番回してもらえばいいけど、チームである必要がないから、本当になんかブレイキンみたいにできるようになったんじゃんみたいな感じがする、ワンズが出たことによって。ちなみにあの今のワンズの MC は、はい、さっきまでは違うね、あのユイとユリナが MC したけど、うん、MC ファーザーだよね。ファーザー、ヒロタカ。ファーザーはね、年々かっこよくなってきてる、 MC としても。確かに、なんかね、なんだろうな、ね、オーラが出てきたというか、なんか箔がついてきたというか、ファーザーとしての。私今さ、あれ誰だワンズの MC って思った。そう、ヒロタカか。結構いい声出すようになったんですよね。確かに雰囲気も出てきて、雰囲気も出てきて、はい。いや、どんどんダブルダッチ界でもね、あの代表する MC がね、誕生してくれてることが嬉しいというか。ジャッジは、うん、ジャッジはズコとシゲ、タツヤ、マサですね。マサ、はい、オーケー。さあ来ましたね、ワンズのジャッジも難しい。難しいですよ、本当に。
やっぱ見る目もなければいけないし、ある程度のこのスキルがなければやっぱ認められないっていうところでのジャッジ、そうだよね、なかなかやっぱりここに座る人たちもちょっとドキドキしてるというか、やっぱり、うん、皆さんから見て左手側、なかなかね、本当に即決で、はい、赤か青の旗、はい、私前にナイトっていうねイベントの時にジャッジやった時、普通のこうコンテストとかのジャッジと違うじゃん、すごいドキドキした瞬間で出さなきゃいけないから熟考できないっていう。でも簡単よ難しい場合は大体ペケ、大体ペケ、でもペケからのペケからのあるじゃん、もう決めなきゃいけない、ああそれね、すごい苦手なの、今簡単なこと言っちゃったけど、でもやっぱ本気で見てのそれだから、そうそうそうなんだよね、難しいのよ本当に言ったら、どうしても決められない時ってあるもんね、これさ、あの後ろの人はさ、後ろのジャッジはこっちのジャッジから、なんつうの、両方が正面見れるわけじゃないんで、ね、はい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 、そうですね、だからいいことやってても見えない場合があるよね、場合がある、うん、うん、それもまたいいよね、そうね、そうですね、これね結局一緒なんですもん、うんうん、だからね、後ろから見てるやつと前から見てるやつ、逆になればまたそれもしっかりですから、うね、こうやった今です、うん、面白い、さあ、この戦いは、ね、こういう感じって面白いね、やっぱりそのこの戦いはっていうのはあれですか、ちょっとあの紫っぽい感じの戦いってことですかね、いや、色味そういうどうなんですか、そういうことではない、そういうのはちょっとそういうことではない、はい、はい、違うチャンネルでお願いします。はい、すみません。違うチャンネル。これでもキャラクター面白いですよこれ。面白いですね。代々木公園でね、はい、練習でね、はい、見に行ったんだよ。今でした。どうでした岩根さん。最近でぶっ飛んでるのマジで。自分でも。俺は多分どっかに外れていこうっていう感覚でいるのかなって俺思ってる。でも私はこういう人はもっと出てほしい。もっと。別に。うん、いいわけじゃん、こういう、あ、いいんですよ別に、うん、だからなんかもっともっとぶっ飛ぶ人がいてほしい、うん、だから逆にもうダブルダッチの音楽も要はかかる音楽も本当に、はい、マジでぶっ飛ぶ音楽もかからなきゃいけないってことよね、そうよそうよそうよ、ね、そう、ヒップホップブレイクとか、はいはいはい、それそういうのハウストだったりとか、実はそう、もう EDM もかかり始めてますし、はい、さらにちょっともう、そうだよね、コンテンポラリーあるような音でもかかっても面白くない、そういうので見てみたいけど、私は本当に思う、以前結構そういうさちょっと面白いことするチームとかも大会に出たことあったんだけど、ありましたね、さっきもさだくんと話になったけど、うん、なかなかそれが決勝に行かなかったりとか、今ね、でももっと多様化された方が面白いと思う、でも勝てないっていうのはそれとはまた別だよね、見せるっていうのと、そうだね、うん、だそういうことやりつつ上に来るチームがもっとね、うん、そうですね、例えばもうクラシックのベートーベン運命とかでもさ、そんなことね、運命合ってる違うくれ、あれ合ってる、合ってる、それでそういうのそういうのもかかんのこれ、うん、かかんの、いやそれかかってほしいのよ俺ダダダダンってどう取るからってみんなが逆にその DJ がその次の大会からいなくなるかどうかはその評価によるよねそれはそうだその雰囲気によるよ、あ、それはそうだ、あれ、あのもう DJ 呼べなくねみたいな、いやちょっとでもね、楽しみ、うん、ちょっとね、これ知らない人からすると、ね、ルールが分かりづらいんだよね、なるほど、どっちが勝って、え、何、え、こっちが勝って、え、みたいなのがちょっとあるんで、その辺はちょっとね、希望にKさんにこう教えてもらいたいな、いろいろ、じゃあちょっとゆっくり見ながら教えておこうかな、ね、逆にね、うん、今の良かったとか、これが良かったとかっていうのを見ながら大体分かれば、言っていけば、うん、え、でも要はさ、もうバトルなんでしょ、うん、バトルです、もう始まってますよ、これじゃあバトルの評価でしょ、はい、これ、順番は順番も今多分先攻後攻今決まってると思います、今回は今回は決まってますね、うん、あれどっちが赤だったっけ、ほうほう、あ、こうやからこっちからスタートは、そうか、こうや頑張れよ、さあ何ムーブずつ、今は2ムーブかな、1ムーブで終わんのかなこれ、えぇ、ー、まだね見てればわかるきついところこれ、うん、はい、お、なるほど、うん、ステージの普通の角度からだとムーブ見えにくいから上のそれビジョン見てる結構モニター見た方がいいよ、この配信を見てる人はさあこっからどう音の流れで持っていくかが面白いですよ、こうやって溜めてみたりだとか音にだって音がどう変わるかもわかんないしね、そうこの曲を荒野が知らない人だったらみたいなのもあるしね、そうどう遊ぶかだよね、はこれ見入っちゃうね、俺結構喋れる見入っちゃうもん、やっぱりどっちかって言ったらそうだよ、さっきのパフォーマンスも結構ね、見入りたかったけどこれだってさ、大丈夫か、あのね、やっぱここのね、スタジオで見てるとね一個音が遅れて見えるから、ね、なんか気持ちよさに欠けるんだけど耳に入ってるのと、お、いいねー、あーいいね、ちょ
と攻めてる感じする。攻めてる感じしますね。攻めねえと勝てねえぞ。大丈夫かこれ。こうやちょっとかっこよかったけどさ、あれ大丈夫。表情がさ、いい。この今の状態から言うと岩根その方がいいかな。なかなかだよね。そうそう、ちょっと様子見に来てると思う、荒野は今、ね、ちょっと、うん、場の雰囲気を制する者勝ちみたいのがやっぱりあるじゃん。で、それやっぱ食いに来ることは大事だからね、うん、弱い瞬間に、ね、やっぱり、うん、なるほどね。いきなり荒野だね。はい、一発目からやっぱ先行って結構そういうところで不利かな。え、このさ、うん、順番は何、うん、あの、下位から行ってます。あ、もう、そう、これは下の順位から。そうそう、もう決まってるのがあのイワネスだったんだけど、これはポイントなんだけど、イワネスは今回ポイントの一番トップだった人たちが取れてるんだけど、荒野は今日の優勝者。あ、そうなんだ。ラストワンサイファーでの、イワネスは今までのポイントの一番上。そう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 。で、今他の人たちは全員大会で優勝してる人たち。へぇ、あー、イベントで、うん、そう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 。わかった。いや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 、これ本当飛んでるんですか、これ、キエさん。飛んでるんですよ、もう今これがダブルダッチなんですよ、今の、若い子たち、本当上手なんですよ。すごいよね。はい、本当頭の位置とかもあんまり変わんねえしさ。いや、そういうのがやっぱ上手いっすよね、本当に。上手いっすよね。イワネスはまたちょっとこう感情的なこうあれが出てさ。そうですね。もうバイブスがもうイワネスバイブスっていうのがあるんですよ、きっとあれは。ちょっと、ちょっとでも飛んでる感じ、飛んでる感じはちょっと出ちゃってるけど、荒野の方はもう本当に飛び感をなくしてさ。あ、わかるかも、それは。でもはっきり見せてる状態、うん、このトリッキーなプレーがどう審査に及ぼすかっていうこと、う、ね、要は審査員がかっこいいと思うか思わないかっていうのも俺の中でミソなのよ。なるほどね。結構なんか技術力、うん、運のよりその自分がどっちをかっこいいかって思うのがもうバトルの雑談もんね。そう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 。いやでも楽しそう。いやこれ楽しそう。そうだよね。もうなんか今自分の時間にしたような感じがするけど、どうこれ。ちょっとこっちでもちょっと遊ばない。ビフォレどっち。いいの。いきなりバツつける。あ、私個人のだよ。いやいいよ。え、じゃあ一斉、今もう言って。いいよ、はい。今です。じゃあ、あ、俺も今です。俺も今ですだった。え、かもね、もしかしたら。ちょっとわかんねえんだけど、荒野の難しさも飛んでるね、うんうん、大変さもちょっとあるんだろうけど。でもなんかその技術、そういうの関係なく、なんだろうな、今の音に対しては、荒野が持っていきづらかった音かなってちょっと思うかな。イワネスは逆にラフに考えてるか、音に対してはきっと、ね、遊べ何着てもいいっていう考え方だから。ちょっとね、そう、様子見た感が出ちゃったから。あ、ドロ ー、 あれ助かったんじゃないのそれ。でもさ、これさ、やっぱ全部本人は、あっちから見る側とこっちから見る側の感じかな、今のはちょっと ね、 そうだよね、見え方は。え、今さ、2回とも同じ方向を向いてる。例えば、荒野はいつもこっち向いて、うん、いつもこっち向いてる、うん、変えたり、変えたらだって全部見れるじゃん、ジャッジは。まあまあ、なるほど ね、 ね、でもお客さんからしたらね、ちょっと分かりづらくなっちゃうからね、うん、どうしてもどっちっていうかね。いやドロー、え、ドローの場合はもう一回ワンムーブ。ドローもワンムーブ、もう決まる前は逆転するんじゃない。そんなことないかな、どうだろうか。いやもう決勝戦これマジで、いやそんな感じがする。もうすごい、いや楽しい本当に。いや次逆になったね、多分荒野の方が仕掛けに行きやすくなってる、これは、うん、なるほどね。そうそう、だから本当はイワネスからここで決めに行きたかったところね。えうん、はいはいはい。さあ、へー、はい、でもさ、イワネスだってさ、バッチ歴長いよね、うん、長い。ちっちゃい子買ったもん。中学校も小学校からやってるからな、ね、本当にイワネスは。でもさ、本当にオリジナルのスタイルをさ、ずっとね、どんどん確立してきてるよね、うん、なるほど。あー、これ荒野どうやってくるのか楽しみだな。なんかジャッジから見るとね、この動き方も逃げになってるんじゃないかって見られ方もあるのよ。そうだよね、言ったらちょっと3回連続でこれくるとちょっとそんなイメージ出る。そう、要はスキルを見せずにずっとそればっかりやられるとちょっとえって、そう、はいはいはい。で今取ってるスキルっぽいのは、要は止めのスキルはすごく多いけども、ノリのスキルがやっぱそういうノリばっかりになっちゃってるから、もっとかっこいいもの見せたうちにそういう遊びもできるよっていうのをもっと提示できるといいかなと思って、今逆に荒野の方がノリがいいじゃないですか。いいね、いいね、あ、いいよ。だからこれちょっと危ないと思います、イメージは。これ危ない、はい、もう多分スイッチはもうがっつりこっちに入ったんじゃないかなっていう。いやー、さっきは、さっきだったら今ね、いけたかもしれないけど、ね、ちょっとこれ危ないぞ、これ、今は多分荒野のが入ってるから、イメージ的には、うん、いやー、どうなの、悩んでるよ、頑張って、どっち、
ほらねねそうなるよねそうなるよねなっちゃうよねでも今はさ演奏行ってガラッとまだ雰囲気が変わったかもしれない、ね、でもおかげ拍手だねこれは、うん、本当いいナイスバトルでした本当に素晴らしいあんまりあれだねなんか表に立ってうちなんかジャッジするのダメだね本当にそうだねだって見るもんそうだよねあの本人あそうだよねしかもジャッジの前にそうそうそうそ う, そ う, そうすいませんすいませんいやいやいや、うん、ステージ上に立ってない私身分ですみませんはいまあこれ以上やめるとしてまあいろいろと面白いなんか予想はしててもいいんじゃないでもねそっちが面白くない、うん、楽しいよねいやこれもすごいなでもさ全然ほら雰囲気が違うから楽しい、はい、ねチームで行うパフォーマンス競技とかさこれね日本でみんなだからこそ生まれたよねこれねそうですねすごい本当にすごい種目だよね普通海外の遊びから生まれてくるものが次日本が遊びとして提供しているものが多くなってるのそれはそれで面白いかなと思っててさっきまでのステージのイメージとしては、うん、あんまりライブ感なかったのにやっぱ一見こうライブ感になったら面白くないですかそう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 。それがさあのこの1日のコンテストの流れからしてもすごい楽しいと思う、うん、1回全然違うのが出てきてまたその後オープンのパフォーマンスに戻るから、うんうんうん、ずっと、ね、楽しく見れるそうそうさっきオープニングかスピードまで MC で出てこなくてうようやくそのパフォーマンスから MC 入ったけどそんなに長らくではなくで次ここでようやくこう長らく撮りながらもライブ感を出してワンズのバトルをみんなでやってるみたいなそう、ね、コンテストの中でワンズファイナルって今までもやってたやってますやってますやってます毎回はいあそうかそうかあでもワールドとかあればワールドとかでやってますけど、うんね、さっきねそうミホさん言ってたけどなんか映画みたいだねっつってあ最初の流れから演出だからちょっと海外ドラマとか映画とかって、はいはいちょっとシーンがあってからのオープニングタイトルが始まるじゃん、うん、そういう感じだったから、うん、最初のそうびっくりしちゃったよ俺しかも誰もその中で教えてくれてないからうちらも MC が出てきてその間にうちらは軽くヒストリーのトークしようかってそれえもう始まったのみたいになってそうでもそれもまた面白いね聞いてる側もね、うん、こんな始め方していいのみたいなのね、やってくれるのがさすがですよ、ここで声は続いているちょっと待ってなんでちょっと待ってこれね多分ゆいがきっと荒野をそこで指名したのよ指名あの待って待って何その指名性知らないんだけど立ち上がりました次、うん、その誰ゆいに今そのどこにあなたのトーナメントの順位入れますかって言ったんですそしたら荒野のポジションにそこ入って荒野を潰してかかったんですよえそんなことできるのできるんですよ今回はの今までじゃなくて今回ができる今回だっけ今回生でやってるから今まで指名した、うん、今まではいろいろとその決められたんだけどそのルールによって、うん、今回はここでもう決まってる状況が取れるっていうかだから荒野は今厳しいよ確かに、ね、これ勝ち上がったらこいつはかっこいい本当いや荒野頑張れ、うん、でもそこで仕掛けるゆいちゃんもかっこいいよね、うん、かっこいいそれはバトルだもんねゆいも潰したかったんだ早めにね荒野をねでもそうやって思われてる荒野もすごいけどねそしたら、うん、確かにね、うんでもやっぱり自分が先行だっていうのも分かりながらも仕掛けに行ってるからかっこいいよね逆にうん、うん、女の子強いな上手だなねかっこいいねえチームでもパフォーマンスしてる子そうそうだから今日パフォーマンスと出るもうワンズももうがっつり勝負に しに来てるというかうーんあーあーこうやもうスイッチ入ったんじゃないかちょっとなんかこうややったれこのあいいリズムで今のわかるあいい今のリズムいいわこうやって本当に飛んでる感じじゃなくやるよねうんおおちょっと滑ってるけどねこうやちょっと滑ったけどね今バレたよ俺にはでもよくナイスカバーでした、はい、さっきの最初の方の音の取り方とか、うん、やっぱりなんか不規則というか、うん、ロープには理にかなってるんだけど、うん、体の動き的に不思議に見えちゃう動きあるんですよ、うん、円をうまく多様に使って、うん、あれがすごいですねいや今の気持ちよかったさあさあいいねゆいちゃん、うん、ゆい上手よ本当にこのゆいちゃんもどっかの大会の優勝者1回との優勝ね、うんおここ決めなきゃこれ大事なのよ ね、うん、ね引っかかって後のリカバリの仕方大事ねもう一回失敗したくないここはうん失敗した後はどうしてもうんキレがいいはいはい今これ多分審査の中では、うん、まあ荒野があんまりいいムーブでなければよ多分きっとユイの方が強いだろうけど、うん、要はこの
ミスってる感じの、要はリカバリー能力とかかっこよさうまく、うん、そんな引きつけ続けられるものに対しても見てるから、うん、今不利ね、ユイは結構俺の中で。逆にかっこいいしながら安定して今ここで無理せずに、はいはい、ある程度ノリを見せてきれたら声は俺勝てると思ってる、ここは。なるほどね。でも遊びに来てるのはすごいな、ここで。いいね。はいはいはい、あ、入ってるねこれ。入ってる。お上手。いいね、それはすごいわ。あ、うん、なんかちょっとあれね、でもバトルしてる時のゆうちゃんの感じもかっこいいよ。オラ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 オって。あ、本当だ、うん、ああいうのがやっぱさ、バトルならではじゃん。ビジョン見てるとやっぱりなかなか相手見えないね。見えない見えない、うん、今下見たらちょっと見えない。いや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 、あ、まあ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 、これはこれはこれはバーキバトだろうな、あ、これは、あ、そうか、そういう解説きっとね、なるほど、はあはあ、さあどっちになるか、うん、これそうね、まあ公約いくんかな、これ赤赤赤赤勝者公約でさっきはそっかそっか、そうなんですよ、公約いった、はいはいはい、ダブルダッチってさ、もともとバトルっていう雰囲気ってなかったでしょ、うん、でも初代のダブルダッチ始めた人たちってよくクラブ一緒に行ったりとか、うん、クラブイベント一緒に行ったりすると必ずバトルサークルができてたの、うん、ダッチでも、でそれはブレイクダンサーとかいっぱいいるから、あ、そうだね、そうだね、うん、ダッチは回さないけどダッチはもうサークルに入ってやるわけよ、あ、なるほどなるほど、そのあの雰囲気ってめちゃめちゃ楽しかったのね、そこはもちろん勝敗はもうオーディエンスの拍手だけだけど、それがさ本当にもうダブルダッチにもうこう大会出できてるわけだから超楽しいよ、見てて、うんうん、いや本当にバトルのあのドキドキ感ってあるじゃん、うわーみたいになっちゃう感じ、うんうん、なんかどっかで多分ダブルダッチってそういうことしちゃいけないとか、そういう風にし、いや、なっていいのっていう感じでは表裏一体な部分があったから、ロープとジャンパーとのその絆だって仲間だって、仲間しかやっぱ強い分だけ一人だけジャンプのその大会が作っていいのっていうなんか違和感があったと思う、どっかには。でもこの違和感を取っ払ってそのジャンパースキルをやっぱり今構築してるというか、どんどんその大会を作ったことによって、うん、個人スキルも上がってるし、やっぱチームにも還元できてるっていうことが、ね、全然あの今までと違うところ、うん、だってバトルしたってバトルした相手と仲悪くなんないじゃん大体。そうですね、だってダンスだってそうだもん、うん、もうやられたらおーってなるし、うん、まあ、喧嘩する場合もあるかもしれないけど、うん、それってやっぱすごいいいことだよ、ダンスとかこういうダブルダッチのムーブだからできること、うん、でもこれはもう結構仲いいやつばっかりしょ、ね、みんな結局仲良くてバトルするから、はい、ここは因縁な、因縁というか同級生なんですよ、おお、そうなんだ、ここは、はい、関東のケーター、関西のサトル、あーあーそっか、はい、みたいな感じで今までも当たってる、当たってます、サトル VS ケータバトルスタート、イエーイ、面白い、ね、あ、こういう落とし機、俺はもうこれで何してくれるのってどうやって遊ぶから、はい、でもね、うまいね2人とも音の取り方が、やっぱり早く今この状態多分乗ってるんだよね、音どう取ろうかイメージしながら、3,4 で5,6 サトルイン、入りました、ああ、はい、ドゥン、見ちゃうね、だいたいイメージできるよ、なんかこの踊りの雰囲気と止め方、ドンツッドツッドドドンドン、あ、サトルあんまり今までこういう動きがそんなにないんだよな、遊び始めてるかもしれない、結構今までなんか自分の持ってる、もともとなんかダンスしてたみたいで、うん、高校の頃に、うん、やっぱり踊りが綺麗だったの、逆に言うと、そう、その味がないというか、サトル自身に味がなかったイメージがあったんだけど、なんか自分が今したいことを自由に感じるようになった感じがする、今の動き見てると、今回見て、うん、今までを見て、今そう今回見てちょっと俺も何回かジャッジしたことあるけど、サトルのそういう綺麗すぎる部分がちょっと違和感を感じてた、音が好きなのかどうなのかっていうところで、なるほどね、うん、でもそれはね、はい、自分も長くやってどん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 それを探し求めてるものにたどり着いてるのかもしれないもんね、ケータもケータどっちかそのブレイキンの動きとか、うん、結構強いんだけど、うん、この人はスイートなんか酔うっていうか、音に酔うのが上手というか、僕の中でもう常に音聞いてるというか、もう音ありきの自分に還元されてるので、うん、動きがやっぱり面白くなってきてるというか、うん、ほらもう自由、どれだけ遊べるかみたいなでもこのフォルムもかっこいいのよ、そうだね、すげえな、なんでかっていうと、やっぱ練習してるからなの、こういう動きも全て、どういうこと、でもさ、ワンズ出るのっていろんな音
さの雰囲気で練習するんだろうね。もう回してる方も楽しんじゃってるよこれ。笑ってても、うん、マジかみたいな。ターンは面白いと思う。上手いやつの動きは面白いと思う、うん、楽しいよね。いやこれはドロー。いい、二人とも気持ちいい。見ててさあ上がってきた、音も上がってきたよ。どうする、なんかずっと見ちゃいたい、見たくなるこの二人。いやいや、解説聞きながらめっちゃ楽しいなこれ。確かに好きよね、ずっと今まで見てるからさ、うん、それを聞くのも。でもカラーが全然違うね、二人。いいね、はいはい、気持ちいい、ローリーヒル。こっからいいね、はい、はい、はいはい、おお、はいはい、チッチッチッドン。惜しい。ほら、黙っちゃうよ、ワンズ。うん、見ちゃうもん、やっぱり、ね、パフォーマンスよりもやっぱ一個一個のバトルの秒数も短いし、夢中で見ちゃう。いやいいね。だ今ちょっと2個ミスっちゃったところもあって、うん、今決めに来てるのよね、ちょっと長い時間かけて、うん、ほうほうほう。今はあんまりほら、あ、決めに来たこれ。そうそうそう。多分モデルともしっかり5、6、7、8、終わりっていう感じになるっていうか。秒数は決められてる、うん、秒数は1分かな。1分ワンムーブ、はい、今もうすかさ咲いたよ。1分以内だったらいいんだ。だからもう持ってこうとしてるから、ケイタは。もうなるほど、勢いに、うん、勢い帳消しだ、これも多分短く終わると思う、これは。振りをもう勝ってると思ってるから、自分が今は。おう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 、別にいいんだ、短く終わってもいいし、はい、すげえ。でもさ、順縄だけでってさ、結構だよね、うん、もうこっちで終わると思う、多分。ほらあーっていう感じで、あの、うまいやり方をしてるのよ、ケイタは。いや今だって速攻入ったね。うん、速攻入って、要は勢い、要は俺お前に勝てるよっていう気持ちをジャッジにイメージさせる、うん、で、それでミスせずに攻撃する。で、ちょ、ある程度下の方で強いやつやって終わりにしたら全ケイタだ、うん、これケイタバッチリ。ほらはぁ、サトル君もかっこよかったよ、うん、いや、バッチリだった、ほんとサトルは。いやそう、そういうところで今温存もしたのよ、ケイタは。次のために頂点の頂点の今日だからね、うん、そうそうそう、これそれぞれの優勝優勝の今日だからね、ほ、うんと温存のね、バランス具合具合が上手。大変でしょ。大変だよね。もうだからさっきの荒野が本当に厳しい。あいつはかわいそうだった。本当にかわいそうだったからすぐ指名されたの。もうしかも延長してから3ムーブやった後に指名されたから、延長きついもんね。そうそうそう、だから5ムーブってことじゃん。そうそうそう、だから荒野はあの時めっちゃくちゃ気合いだと思う。ちょっとイラッとしたと思う、逆に。おー、やってやろうじゃねえかってなったと思う、ちょっと、うん、すげー。でもよくね、ちゃんとそれで残ったから。トモヤ、どちらを取るんでしょうか。いやえ、これは誰が決めるわけ。れそれ もともとあれですよ、ワンズの優勝者だからね。なるほど。トモヤは、はい、何番。ほほほほ、トモヤが決めるわけ。おー、翔一。まあどっちにしてもトモヤ勝ち上がったらどっちかとするからね、もし両方やったらね。大地くんか翔一くんかのどっちかを今トモヤが選んだわけ。でもねえ、美穂ね、サダさん見てよ、もうケイタとこでこっちレグスタイル準決勝もう決まっちゃったからね。こっち決まっちゃった決まっちゃったよ、これもう。え、じゃあ次はケイタとコウヤがやるわけ。そう、超面白いじゃん。また潰し合い。去年の決勝も潰し合い。皆さん、あの見てる方、コウヤとケイタは同じレグスタイルっていうチームメンバーですよね。そうなんですよね、はい、同じチームメンバーが次の何準決勝ってこと。そうそう、準決勝セミファイナル、うん、やるか、バトルするからね。そういうのもね、いろいろ、まあ、WT 詳しく知ってる人はもちろん知ってるだろうけど、うん、そうじゃない人もそういうの知るともっと面白く見れる。そうですね、うん、来たよ。あー、トモヤにとって結構不利な音で、今翔一が結構楽っていうか、その取りやすい音になってる。ほう、え、うん、前回は誰が優勝したの。前回はケイタ。ケイタが2タイムスチャンピオンになってる今。あ、3タイムス2タイムスか。ファイナル、ファイナルで、ここで。その前は結構トモヤ、トモヤが一番だったよね。だから2人しか取ってないまだ、ファイナルで優勝は。こういうヒップホップ上手なのよね、翔一くん、本当にすごい。この乗り方の、おー、わかります？なんか動いてる。そう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 。ギリギリまで、ギリギリまで床ついてる感じとかすごいね。こっちも自由なの。でも結構やっぱ好きっていうのがわかる、ダンスヒップホップが。わわわわ。おお。わわわわ。に対してトンバはどっちかというとブレイキンの方の音が得意な人だから、でも音を茶化すのはうまい、こうやって。やっぱりどこまで行くんだ、おい。
ヒップホップでもなんかそっちに変換しながらそれっぽく見せる動きで多分アグレッシブなことしてくるから、ほら遅いとやりやすいのが多くなるのよ。そうだよね、ブレーキの振りも動きも間があるからね。うん、そう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 、こういう動きはもう見ながら、ヒップホップの人たち見ながらでもみんなめっちゃ喜んでるじゃん、うん、一緒に出てる上手なのよ。もういや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 、今の気持ちよかったり、音の変速取りそう来るかって思わせないこと、はい、締め完璧じゃないですかこれ。ちょっとイメージ的に、ね、あーすごいこれ難しい、これ難しいの、ね、こうやってジャンルがなんか変わってるとロープの中で難しいのよ、うんね、これはこれこれジャッジ難しくない。でも逆にここが次トモヤの取りやすい音だから、あ次ここはどういう風な松竹があのイメージで来れるか。さあさあ、はは、早くても、あ今の気持ち、おーいいね、タッタッドンタッツトトトッタッドンタッツタッタトッタッドンドンタッドンツッドン、あー気持ちいい、回して回してよ、あ飛べてる、おーうまい、うまいわ、広がってるのに、広がってるのに、全然大丈夫、これはどっち、腹がうまいじゃない、足こんだけ広がって飛べてるって、今は引っかかるかい、そうだ、丹田がねダメだった、わーすごい入った、はい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 、こっから面白い、あ、はい、はいはいはい、さあ、うわでもカラーが違って私こっちも好きだな、おーいだこういう茶化し方がうまいのよ、トモヤは本当に面白い、おバトルの人だよ ね、 早いね、なんかね、まだ、お、ちょっと早かったね、そんなもんですか、おあれもう、トモヤの悪い癖、悪い癖今ちょっと早いよね、ちょっとそう、これね、ちょっと決めに行けてない時にまだその自分がもう決めてるって自分でもジャッジしてるから、あの人は多分松竹に上がると思う、待って大丈夫な、はい、え、これ何、どっち、え？勝者は松竹。だよね。やっぱそうなるって。そうなるって。ちょっとなんでさっき攻めなかったんだろう。何やってんの？多分入りきらなかったんだろうね。トモヤが自分の感じに。あらららららら。だってね、2ムーブ目の勝一くんすごい良かったもん。いやー、そうよね。あそこ強かったよね。でもトモヤくんも同じぐらい来るかなと思った。そうそうそう。サクって変なところでなんかやめちゃう。もう一回入るかと思った。そう。これをうちのところではちょっと仲間内ではショートトモヤと呼んでいます。はい、よくある。ああそう、うん、いやでもね、あの僕もほらお尻飛びでギネス世界記録挑戦したんだけど、うんうん、彼のお尻ジャンプ素晴らしいよ。完璧ですか？手がこうねこんな感じで広がってね、はい、あれは軽いお尻でねよかったね、トモヤ君さすがのお尻ですよ、ただのお尻じゃないね、うん、だからその俺もあんまりそのブレイキンっぽいの飛ぶ人じゃないから分からないんだけど、はい、そのトモヤがどこまで今の1回目のあのバトルのそのワンムーブ目でその消費してるから体力をが分からなくて、よく短い時が多いから結構きついのかなって。あなるほど、ね、絶対きつくないでしょ、今のトモヤ君のスタミナなら。そうよね、やっぱりね、そう考えてるよね、きつくないでしょ、私もっと最後めっちゃくるか見たかったよね、見たかったよね、やっぱり見たいのがきつくてはないでしょ、やっぱジャッジしてる時やっぱ思うのはどんなやっても決めさせてくれもう完璧にお前って選ばせてくれっていうところで終わってほしい。自分でもいけると思ってやめたのか、うん、どっちなんだろうね、まあいっか、まあまあまあ、まあ、次行きましょう、あ次行きましょう、大地です、これも、はい、サイエン、どうですかこれ、大地サイエンがどんなバトル、あの見たことない、見えない、見たことない、見たことない、見たことない、選曲のそうそう、これ大地、お、さっき言ったか、入ったね、サイエンから、さあ、はいはい、あーもう、ラお違うあのもうグルーヴが違う、全然、うん、あ、はい、あいいよ、あいいよ、若干違うね、違うじゃん、そうそうそう、でもね、あいいね、いやさあこの地に第一位がどう戦うのかどうか、はい、あでも嬉しいね、おおお今いいね、結構日本人があんまやらない飛び方したね、はい、あの足の側面を使うっていうか、ジャンプの直射の時の、はいはい、まあ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 、まあ、この巨体でこんだけ動ける、はい、まあまあ、すごい、まあ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 、でも大地くんも体大柄なんだね、いや特にそんこまで大柄じゃなくて、多分服が結構大きく着てると思うんだけど、
この子は気持ちいい。おーちょー出た。ヒットさせながらうまくダウン取ってるというか、もうこういうの上手だよ第一は。うん、いやーおい滑らかね。気持ちいい。いや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 、ああやってさ、舐めて飛ぶって難しいよね。難しい。もうやっぱり特に浮き飛びたくないんだよ、トップと、ね、ウェーブが難しい。難しいよね、うん、動き的には全然飛びたくないムーブなのにさ、縄を越えなきゃいけないから。はあ、見ちゃうわ。あー気持ちいい。いいねいいね。今の首良かったな、手からの動きは。どうなの、そして引っかからないし。今のは第一の方からはちょっと勝ってるから、さあさあワンズ楽しい。うん、ジャッジじゃないし、今までこれ、うん、画面がさ、うん、正面見れなかったから、うん、これ助かるわ本当にね。うん、そうね、やっぱ上でやってると分かりやすいしね、うん、どう動いてるのかね。この真横からずっと見えないからね。いや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 、さあどういう動きになっていくかな、はい、でもやっぱり多分この状態で通ってきて、日本人も要は足元ばっかり気にして足元での飛び方をいろいろ考えていったんだけど、うん、今はどっちかというと上半身をどう使うかの心がすごく多くなってきて、なるほどね。今まだヨーロッパは足の方のあれがイメージが強い。俺はそうかそうかそうか、うん、ね、今みたいにさ、あの移動したらさ、ターナーがついていけばいいわけ。ダメ本当はダメなの。いや分かんない分かんない分かんない、多分それはあれニュアンスじゃない多分。あ、そうか、行くよ。でもそれもまあ、うん、自分がそういうコミュニケーションをちゃんと合わせたわけだからね。そう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 、グッドってこと多分。だって結局ついていかないで、今ついていかなかったら引っかかってるじゃん。そうだね。おいいね、面白いね。もうそこはなんとも言えないよね、うん、本当に。ターナーとの多分あのリンクもあるだろうし、回せる瞬間の。いいね大地くん。ういしぇ、抜きとこのメダリがいい。そうメダリがあるからね。いやあ、いいねライス、今のはめ方気持ちいいわ。いやグッド、イエーイ。どっちが青だったんだっけな、これ分かんなくなったね。さっきあっち赤じゃなかったって言ったら、あっちこっち青だっけみたいな。分かんなくなったよね。左が青かな、うん、左が赤だ。あ、左が赤か。常にそう、常に左側が赤。あ、俺ら勝手に勘違いしただけか。うん。どうなの、まあね、そうやな。うん、いいんですか、第一でいいんですか。勝者は第一。はい、大丈夫。ファーザーも分かってねえじゃねえかよ。おい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 、私たち刺さったよね、どっちみたいなんですよね。まあしょうがないよね。左がとにかく見て、下手側ね。あー、左側が赤ね、うん、赤ね。え、それでそれで、はいはい、来たレグ決戦まだか、ここまで行くのかな、今ここまで行く。ちょっと休み入んじゃないの。休憩入るの、休憩入るの。ケンの声が聞こえるの、さっきから後ろから休憩らしいよ。そうだよ。いやちょっと待って、これロープ見てんの、みんな飛んでる人は。ロープ、うん、あ、でももうリズムで絶対来るからじゃない。どうなん、どうなん、どんな感じ。ペンつぶっててもできない。あのね、時間とロープと遊んだやつらだけじゃないですか、うん、そういうのは。ロープは見てる。今沈まった答え違くない。ロープ見てるかってとこなんだ。そう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 、あのでもそういうことだね。あ、そう、ボール見ないじゃん、うん、サッカーも。あ、そっか。ドリブルするとき見ない。やっぱりそれって時間かけて友達になったからでしょ。友達になってる。こいつらは友達なんですよ。そういうことね。はい、そういうことですよ、本当に。見るとか見ないとかじゃないんだ。じゃない、遊んでるかどうか。そう、勝手にスルーしてくれる、ロープが、うん、はい。でも、でもね、俺がすげえなと思うのは、やっぱね、曲の方の深さがすごい、みんな、うん、曲に対するこう、うん、音に対する縄とか以上にまた自分からのね、この、そう、で、自分は出すのも当然だし、うん、なんかこう、そうそうそう、あれ、行く、あー、もう、何、え、行くの、行くの、次は、行きますよ。あ、次は、今、これだ、あ、まだだ、もう一回だ、もう一回だ、うん、あ、そっかそっか、次、もう一回。その状況で考え、第一かわいそうじゃない、また連続でね、さっきの声やって、そうそうそう、第一。俺こういう時でやっぱりね、多分人間ひねくれてるのかな、第一頑張っちゃいと思っちゃう。やっぱりあの不利な状況の時でやっぱり頑張っちゃいと思っちゃう。わかる、そういうのあるよ、あるよね、弱い方を応援しちゃうけど、不利な方をね。いやー、で多分ファーストじゃない、多分第一がもしかしたら。あー、ほらー、俺さー、じゃあさ、心拍数とかも見たいわ俺。本当にそれ面白いね、うん、みんなの気持ちの状態もさ、でも郵送に
まあ多分結構練習してるし、このぐらいはこれぐらいは、うん、ただやっぱこんだけ早いスパンで来るときついかもね。この二人なんかダンスムーブがすごい好きな人同士、うん、大丈夫今なんだ今のは田中田中今ちょっと待って田中あいちゃんあのね何何やっぱ溜めてる分だけね振っててロープがうまく、ま、あの回せない状況 にしちゃう。そうそう、溜めて飛ぶってさ見てるの超疲れない。そうそうリスクあんのかこれ。そうなのよ、ね、リスクがあるんだな。そうだよね、いいのに難しいなぁ。あーいいね、やっぱこういい、ね難度が全然わからないんだけど、うん、その辺もちょっとわかりやすくねちょっと差し込んでもらえると。そう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 、何度今の難しいっていうのがさ、もうちょいもうちょっと知らない人にねなんか欲しいかな、うん、だってあんなになんで引っかかってんのみたいになっちゃうもんね。あーそういうことね。そうそう、結局この今の飛び方も見てて思うんだけど、ほら見て全然飛んでないじゃん。飛んでる時間が普通にラバーたちの技すぎるよ。サダさんのさよくさロープをさ歩くやつあるでしょ、あれと本当に似てる。なるほど、ね、その隙間にロープを差し込む瞬間とかもやっぱ多くなるから、うん、今本当そうしたかったのよね。でも足がやっぱ前に出すぎちゃってるから、うん、なかなかこっちに、うん、しかもみんな音のさリズムがあるからさ、うん、音の取り方もみんなちょっと違うわけじゃん、うんうんうん、そこもまた入ってくるでしょこれ。そう、ね、でもねそうだね、音の取り方が違っても絶対決められてるこのベーシックなロープのリズムのとこだけは絶対に飛ばなきゃいけない。逆にそこさえ飛べばいくら溜めてもいいけど、うん、リスクになるもんね。そうそうそう、ギリギリすぎると。でもそのギリギリまで言うとやっぱ見てる人はさうわーってやっぱなるし、いやすごいね。普通にさトントントン飛ぶよりさ溜めるのめっちゃ疲れんだよね、うん、難しいもんね、やって言ってもね、うん、すごい文化だなこれ、うん、楽しいね。でもねね今ねちょっとね今大地はねヒップホップのさっき動きの方が多かった、フリースタイルっぽい動きの方が多かったんだけど、やりながらでもちょい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 ブレイキンっぽい動きを入れてきてるの、うん、要は今この音に対してのニュアンスがブレイキンでも使われてる音楽の、あのビートも混ざってるから、やっぱりなんかミックスしてきてるというかヒップホップとそのブレイキンの動きを、だそういうところはすごいなって思う。やっぱりちゃんとその時かかってる音楽に合わせて自分のムーブを取り入れて、今こっちの声の方が結構ラテン系の声してるでしょ歌い方が、うん、どっちかしたら、ほうほうほう、だからこれに対してはヒップホップとかそういういろんな状況でもこれビートはブレーキでよく使われてるビートなんだよね、ミックスされてて、うん、だそういうところではどっちでも取れるからこそ、うん、どうすんのっていう提示をジャンパイされてる、うん、で今ちょいちょいもう今さっきは諦めて今2回目もちょっと1回今失敗したのに対して諦めたから今頑張ってはいるけど、うん、多分これは第一に上がりそうな気がする俺は、うん、ちょっと今ここから頑張ってもやっぱりジャンパーが諦めた感じ、1回目のブームでも諦めちゃったって見えちゃったら、うん、あこいつも勝つ気ねえんだっていう印象があんまり良くならないから、そういうのもあるのね、うん、そうそうそう、こで今見せて、まあ、終わりと思うとこれで諦めてるもん。でも自分でもこれは引いた、勝手に引いちゃったね、うん、入れるけど引いたこれはっていう感じの見方かな俺からジャッジだと、うん、なるほど、あだと多分今の中で俺がでも2人とも、うん、2人ともよかったよかった、これは大事だろうねこれは、すげえなイメージだけど、ダブルダッチすげえわ、ドンね、おー、うん、ね、そうなるよね、そうっすね、いやーこれで本当にちょっとのことで別れたりするね、うん、俺結構感情を見た方が面白いと思うワンズって、うん、どうバトルスタイルできてどういう感じでこいつ攻めてるかっていうのを技だけではなくて感情で見ると、あ今負けたってすぐ分かる、あこいつの心折れたっていうか、うん、負けたってことでしょ、うん、そう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 、あ今諦めたー、はい残念みたいな本当面白いよね、なんかこうゆったり入るやつとやっぱここガーって入って攻めるやつと、ミスった後の取り返しとかっていう話聞いて面白い、ね、面白い面白い、その見方だからどういう風にこれジャッジはどう見てるかわからないんだけど、もちろん技だけでも大事よもちろん、だからそう、まあ、逆にあの見てる人たちの目線からはその気持ちの部分で見てるとは面白いと思うこれは、うん、そうだよね、なんかずっとドキドキできるのもだからみんなは今こうやとケイタが出てきたんだけど、この二人どっちかのどっちか自分だと思って戦ってほしい、ほうほうほう、そうすると面白い、うん、
自分を投影するというか。ほうほうほう。じゃあ、サーさんはこうやね。オーケー。ミオさんはケータね。はい。今入ってますよ。やべえ、やべえ、やべえ。もうまとってるし。ビフォレケータだからね。いいね。今まだ入らねえ。やっぱり音知ってるから待ってるね、ちゃんと、うん、自分が来れるところの音、うん、いや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 、はい、ケイタのさ、このさ、持ってる生意気さ、あ、いいのね、それが好きなの、なんかさ、ほら、いい子ばっかりも多いけど生意気さっていいじゃん。バトルとかだと余計にかっこいい。そうね、そういうあれが出てくるもんね、バイブスがね、そうそうそう、その流れにね。いやいや、俺のやり方でやれるよみたいな。そうそうそう。でも俺失敗しねえしみたいな。そうそうそう、うん、いやいいね、これはバチバチだね、こういうところ。ねえ。おお。なるほど。なるほどね。ここで失敗しちゃ絶対ダメ。そういうことね。もうアウト、そこは。そういうことね。行くよ。行っちゃうよ、ここから。入ってるやつ。サダ入ってる。あ、サダじゃん、ここだった。いやいやいや。はいはい、じゃあもう私、サダ君対美穂じゃん、今。あ、そうですよ、本当に今めっちゃバトルしてるよ。こっちで分からなくなってるね、今ね。いやいやいや、はい、はい、はい、こういうとこおしゃれなのね、今夜はね。そうね、おしゃれね。そうね、おしゃれ、おしゃれ、おしゃれなのよ。うん、いやおしゃれだよ。はい。あ、だんだんとアグレッシブになってきたね、はい、多分今喋りながらやってると思う、ね、お前なんだよみたいなぐらいのやつやってるから、はい、カバンおい、うわ、これは生の方が面白いな、おい、これは生の方が絶対面白いな、来いよって感じ。あそこに行きたいね。あ、サダやりやがったな。よっしゃ、まだ行くぞ。でも私も見ながらめっちゃ目つきてたからね、今。おい、やれよって言ってたから。これがバトルよね。そう、これがバトルよね、そうそう、本当に。そうよ、みほね、サダさんが見てきた、俺らが見てきたバトルはやっぱこのイメージが強いよね、やっぱりね。これはね、でもめっちゃあの、うん、バトル売ってるけど愛なんだよね。あ、そう、もう本当にやべえ、はいはい、遊びます、はよ、あ、遊んでるね、みほね、からの、はい、わあ、そのリカバリーが早いのよ、ね、そうだね、あの失敗をなんかなかった感じにする技、わざわざそっちも技やるわけだもんね、やるやん、ツッツンツッタンツッタドン、まあ、ほらこういうのが上手、ほんとに、ほんとだ、うん、うわぁ、頑張れ、両方だもん。さあさあさあ、出し尽くす、もう出し尽くすよ、ここは。おいさあ、おい、やーい、さあ、もう頑張ってる、おい、おい、こうや、こういうのがもう最近もすごく得意で、多分パフォーマンスの中にも入ってる分すごい勉強してるの。おーい、気持ちいい、おーおーおー、いいね、おー、あ、出た出た出た、そう、さっきのスキルにこういうトリッキーな動きがあるからかっこよく見えるんだよね。そうだね、イエーイ、かっこいいわ、これは。お互い面白い、もうこれは面白い、これはやばい、あっち、これは絶対ダメじゃ足りないね、これはさ、え、これやばい、ベリーホット、もう一回でしょ、これベリーホット、ホット、うん、ベリーホットです、熱いです、すごく、いや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 、このレグサイドバトル、もう決勝みたいな雰囲気的に、こちらのカー参りましょう、3、2、1、ジャッジ、どっち、おっちょ、赤青勝者はこや、よー、すごい、そう、バンクルマセー、待って、はいはい、いや、解説によるとやっぱこう、うん、リカバリーのところすごかったと思うんですけど、ケイさん、私ね、私が挙げるんだったらケイタだった、どっちだった、僕もちょっとね、ケイタの方に挙げる、あ、なるほどね、そういう意味合いで、いや、多分、うん、あのリアルね、多分、うん、生での見た目が、ね、俺さっき言いさじゃんね、うん、多分こうやの方がバチバチに取りに行きたいっていう気持ちで動いたと思 う、ね、表情とか、やっぱり多分その時のバイブスっていうのもやっぱり あそこにいないと分かんないもんね、うん、加算されてるから、ジャッジの気持ちの中には、なるほど、これこうや聞いてたらごめんね、うん、あ、ぜひ、それはいいのよ、全然、だからビジョンで見てる部分のものがあるから、結局は、あ、今のは今素晴らしいバトルだった。でもケイタのもしかしたらあのリカバリーが高かったかもしれないけど、コウヤは一回も失敗してないからね。そうだね、っていう流れ、まあ、そうだよね、そこはね、そうだよね、そう、そこはそうだなっていうところのスキルの高さもあるってことよ、はお互いにね、全然ミスってない、あれも欲しいね、各パフォーマーのここにさ、カメラつけたからさ、そう、見たいもん、
あの表情確かにこっからじゃ見えないものがある、うんうん、すげえわ。じゃあ今度から VR 方式にしますか。そう、 VR 入れよう。 VR 入れよう。いろんなカメラ入れよう。あ、VR いいな。VR 入れよう。 VR それいいな。じゃあこれでワンズも一回終了してね。それでワンズこの続きは後でまた2部にあるわけね。はい、まだまだちょっとねインフォメーションあります。この後2部は楽しいことあるみたいよ。ほうほう、何何聞こう、とりあえず聞く。何物品、あ、物品物品販売、さっきサヌ君めちゃめちゃ買ってきたから。ありますよ。何があった、こういう中のブラックサンダーと、ブラックサンダーコラボ商品とか、ね、ダブルダッチのブラックサンダーもあったし、スイカに貼れるダブルダッチのシールもあったし、IC ステッカーね、ロープもあったし、その懐かしい私も出てるレクチャーとか DVD もあるし、ありますしね。じゃあこのいや、ブラックサンダー、まあ、俺購入したから言うけど、これ、うん、これマジでなんでこれ、ね、ブラックサンダーロゴがでけえのっていうだって、どういうこと。このね、ブラックサンダーロゴをね、うん、この大きさからね、変えれなかったのよ。え、でもさ、うん、しょうがないんだろうね、ブラックサンダー。そう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 、でもこっちお金払ってんだよと確かにうまくウィリアダブルダッチャーにしたけど、はい、いや、よくいいですよ。だってサンダーがほらロープみたいじゃない。ああやっぱなるほどね。よくあるでしょ、あのダブル、な、20回しでさ、引っかかったやつがこう落ちてくるときにさ、はい、サンダーって言わね。知りません。いきなり知りません。上から落ちてきて、ポーンって顔に当たっていてみたいな、サンダーって言わなかった。いや、初めて知りました。初めて知った。あ、そっか。あの、多分年が結構違うのかな。違うかね。ロープみたいに見えるからさ、ブラックサンダーいいね。でもダブルダッチャーからしたら、あのブラックサンダー大きいと思うかもしんないけど、世の中でダブルダッチまだあんまり知らなくて、ブラックサンダー大好きだったら買っちゃうじゃん。ダブルダッチって何って、そっから知るかもしんないよ。そうだよね。まあ、じゃあ、ね、作ってよかった、うん、やっぱり挑戦だからさ。そうだよね。これ何、今何だよ。今ね、これね、初めての試みでね、物品から全ての商品をここにいるお客さんの5名に全部渡すの。すごい。大抽選会やってるの。そう、全部 IC カード巻いてる。抽選でね、全部このトートバッグに入ってるの。ほうほう、全部が、全部が。だからブラックサンダー、 IC カード、ペン、意識ね、意識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 、そう、ペン、はい、意識、そう、意識全部入ったやつを、ダブルダッチコンテスト実行委員が作ったやつ。そう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 。え、それがひっくるめて5人、ひっくるめた。ほら、だから言ったじゃん、来年から生で見に来てくださいと。はい、こういうことがあるから、ね、そういうことがあるんですよ。いやー、もうだってね、僕ね、一番の見どころ、あのたけし君のね、絵をね、皆さん、たけしってね、ゴスペルっていう、アーティストがいるの、ね、そう、このロゴマ、ロゴマークのほら、そう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 、そうだし、うん、今回キプリングとコラボでデザインもしてるし、うんうん、でそのゴスペルのたけしが会場のロビーで今日ライブペイントしてるんだよ、ね、ライブペイント。すごいよね、なかなかないもんね。そう、白紙の状態から描いてくやつ。朝来た時何もなかった、うん、何もなかった、うん、でも会場する時にはダブルダッチの主体みたいな出来上がって、うん、まだそこから見てない私は。要チェックだね、みんな ね、 ここね、だいたいね、完成までのね 10% 目ぐらいのところが一番熱いよ、うん、え、これ何みたいな、下地の絵とかめっちゃ熱い。おいで、さっきね、なんかやっぱスピードの絵描きたかったらしいんだけど、うん、黒人さんの女性のこう雰囲気出てんのめっちゃ、うん、でもちょっとね、ロープがちょっと若干の違ったかもねって反省したよねあの回しが大きいよねって、まあ、反省って言わなくてよくない。あ、そうか、うん、でもはっきり言ってゴスペルたけしはめちゃめちゃ昔からつるんでる。そうですね、はい、でも本当にランディクルで、うん、J トラップの初代から一緒に遊んで、一緒にクラブ行って、一緒にニューヨーク行ったりとかしてるから、うんうん、よくしてくれてる。最初からロープもめっちゃ見てくれてるよ。そう、ね、そうよ、ニューヨークにずっといたから、こういう文化的なのもすごいやっぱ表すのがうまいよね、うん、あの絵でね、雰囲気が。そう、すごい。美穂さんとか本当にランディとか J トラップとかと絡んでない、つるんで、うん、先輩たち可愛がってもらったから、ね、いろんな方やっぱ出会えた、出会えたね、サーサにね、うん、出会えたこともね、確かに家にも行ったしね、ロープやべえし、ロープで家作られてんだぜ。ちくさん、サナ君のやっぱコレクションってさ、業界一だよね。業界一。え、何これ、何が、え、誰だ、おお、来た、何これ、あれ、え、あれ、これ何ですか、あれ、これ出てきてますけど、誰、あれ、これは、あれ、シッタ、誰、ショーン、んショーンか、ショーンだ、ショーン、当たったろ、ハレーションで見えないけど、当たった、当たったろ、おお、よかった、なんと、あらららら、ダブルダッチ協会、あれ、はい、原武純の息子、ご子息が、あ、はい、あらら、なんと、やらせではありませんすごい、すごい運を持ってるね。多分この、うん、分からないと思うから、多分もうこの中いっぱい入ってるんだよね、多分くじが。たった5人の中の1人に選ばれた。あ、こっちか、今か、そ
そうそうそう。さあ何か来る、まあ、そこに俺ら当たんね、ここ指定席じゃねえよ。え、抽選したくない？いやすごいね。え、じゃあ今トイレとか行ってる人かわいそうじゃん。あ、その感じ。さっき言ったんだから行ってもいいけどって。あ、外れちゃうよ。そう、残念だよって。だって今めっちゃ多分いろんなトイレとか行ってるよ。まあ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 、多分当たらないだろうって思いながら行ってるから別にいいんです。これ、これちょっと待ってください。これ休憩タイム、ちょっと待って、これ休憩タイムだよね。休憩タイム、僕らの休憩タイム。じゃあ休憩タイムも面白くしようぜみたいな。私たちもあれじゃん、全くなんかね、使われないって言ってたよ。じゃあ俺らこっち休憩したいんだけど、休憩し、いいだよ、休憩いいんだよ。じゃあね、じゃあまた後ほどリブでバイバイ。